おお、バーガープレゼントありがとう。風船もありがとう。ありがとう。サンキュー。ハートプレゼントありがとう。ワン太郎ね、今帰った。ワン太郎はなんか酔っ払ってたみたいで、あんま記憶がないみたいね。ドロちゃんはどつ、古代さんはどつ。いらっしゃい。まったりやろう。今まで寝てたんじゃなくて2チャンネルずっと見てたね。2ちゃんとドラゴンクエストやってたね。星ドラやってた。もう賢者になれたのが嬉しくて、メラゾーマぶっぱなしってたね。メラゾーマを。あとなんかリンパがすごい腫れてるからお風呂入ったりしてた。今日の予定、いや、本当に予定ない。全然ノープランですね。ワン太郎は結構酔っ払ってたみたいだね。でもシラフになってなんか、どっか移動してたよ。お世話になりました、つって。ワン太郎は。のんたんは寝てるね。のんたん寝てる。ワンくんはね、あ、携帯充電してないね。ワン太郎は3時間ぐらい寝たかな。で、勝手にパッて起きて、多分3時間ぐらいは寝てるはず。で、なんか、目覚めはすっきりしてたよ。酔っ払ってた感じじゃなかった。意識はっきりしてた。で、行きますって言って、いなくなったね。心配なのかな。クソかみそかさん心配なのかな。あいつは可愛がられてるよね、うん、あいつはほんと可愛がられてる。可愛いもんね、なんかね、愛されキャラですよ。チオおはよう。ワードツー、おはようございます。正月ですな。はい、たくみさん、ワードツー、どうも。いや、デイリーランキング
初日のデイリーランキングが俺7位だったのがめっちゃ嬉しくて。改良型クフさんいらっしゃい、明けおめ、こと野郎。なんでかっていうと、ね、この7位っていうのすごくでかいのよ。これキャプルね。アナログキャプで申し訳ないんだけど、まず1位の剣は、これジャンル違うじゃん。これは、ぶっちゃけた話、なんつうの、ホスト系じゃん。で、この竜太さんもホスト系じゃん。で、この白ひげさんも、なんつうの、まあ、常連組じゃん、このアイラから上は。常連組じゃん。アイラまではぶっちゃけ。で、このリョーティーっていう人も囲われ系なのよ。5位までは。だから5位は、ジャンルが違うと思ってんの。リョーティーから上は。5位までは。この辺はもう、アイテム投げられ系配信者なのよ。独自の路線行ってるじゃん。だからここはまず、配信者として俺カウントに、とりあえず除外しようと思ってんのね。これはもう別ジャンルって思ってんだけど、ね、そう考えると、6位、7位、こっから雑談系が始まってくんだよ。で、6位が、のぞみなんだよ。のぞみ、和道って来てて、で、僅差なのね、アイテムが。1000ポイント差ぐらいなのよ。これは結構、でかいなと思って。金梅さんとかは入ってないんだよ。はい、桜さん、おはよう。これでかくない？で、ワン太郎が地味に11位に入ってるのも面白いんだけど、これありがたいなと思って、本当にね、俺リスナーに愛されてるなと思って、めちゃくちゃ嬉しいんだよね、本当。これはね、ふわっちやってて本当良かったなと思ってる。ふわっちやって本当良かった。ていうか、ふわっち来たのは本当ね、人生の転機だね。配信長いけど、もう、本当に転機だったと思う。だから、ふわっち盛り上げたいんだよね、正直ね、ふわっちを、もうほんと最強のサイトにしたいと思ってるね。では、ぶっちゃけ伸びると思ってんだけど、これもう、この前のさ、ワン太郎との話でも言ったけど、ふわっち多分ね、今年来るよ。のぞみは昨日お金ないって助けて、あ、そうなんだ。お金ない系配信だったんだ。ふわっちはね、もう来る。間違いなく。本当に来ると思う。3年以内にキャス超えると思うよ。まだまだ気づかれてないだけなんだよ。だけど、この大手の参入の仕方を見ると、これは来るよ。ワンちゃん11位なんだよね。そう、愛されてんだよね。ワン太郎はほんと愛されてるよ。あいつ可愛いもんな。ワン太郎。弟みたいな感じがするもんね。可愛い弟。まあ、ありがたいよな、ほんと。本当に夢と希望を与えてくれたサイトだよ、俺にとっては。マジで。大げさに言ってるんじゃなくて、マジで、ほんと、なんだろうね、これ。ふわっちは。なんでハマったんだろう。ニコ生でもキャスでもハマらなかったんだけどね。ワンタロ昨日ちょっといじめてしまった。ああ、聞いた聞いた。あれでしょ？みんなでブロックする流れになったんでしょ？ひろゆきと対談しよう。ああ、ひろゆきさんと話してみたいな。本当に面白いからね、あの人。ちょっと、灰皿捨ててくるわ。灰皿は捨てねえわ。灰皿の中身捨ててくるわ。灰皿捨てたら大変なことになる。俺、会いたい人のリストがあるんだよ。その会いたい人っていうのは、ただリアトするみたいな感覚じゃなくて、
ちゃんとその対談を組むとか仕事をするとかそういう意味合いで会いたい人っていっぱい、あ、ひろゆきさんだってあれだもん、立ち上げのメンバーだもん、あれだよ、あのニコニコ生放送の今の社長誰だっけ、ニコ生の今社長誰だっけ、トマベチヒデトも入ってるね、うん、誰だっけ今ニコ生の社長って誰、なんつったっけ、なんだっけ、名前出てこねえな、誰かわかる人いる誰だっけな、ニコ生の今の社長、夏野か、夏野、川上はあのもう会長でしょ、大株主でしょ、夏野よりひろゆきの方が株持ってるんだよ、うん、夏野が対談で切れてたもん、おめえ俺よりも株持ってんじゃねえかよーとか言って夏野がめっちゃ切れてた、ひろゆきに、だってほら役員じゃん元、だ投資してるんでしょ多分、そのドワンゴが苦しかった頃、生ポンやめたのか、まだやめてないよ、うん、1月で切ろうかなと思って、うん、ねえ、ひろゆき最近ねチャンネル戻ってきてるよね、ひろゆき面白いよね、頭クソいいよね、頭が、トマベチと和道とひろゆきで公開討論したら盛り上がる、俺をそこに入れてるのが嬉しいよねそのあんまりね、でもね、その俺頭がいいって評価は受けてないから、配信ではあんまりそこを期待されてないよね、うん、多分でもひろゆきとトマベチヒデとは相性悪そうだけどね、トマベチ側が多分乗っからないと思うよ、うん、ホリエモンがトマベチヒデと大嫌いだもんね、生活保護について語ったら盛り上がるでしょ、多分トマベチがそこまで関心あるかどうか分かんないけど、ひろゆきは乗っかりそうな気がするよね、乗っかるっつうか、まあゲストでそういう人がいてもいいんじゃんとは言いそうだけど、うん、ひろゆきさんに生活保護のこと聞いてみたいけどね。俺ね、でもね、ひろゆきさんベーシックインカム推進派なんだけど、そこについて議論したいかもしんない。なんかベーシックインカムどうしても破綻してると思ってんの、俺は。なんなんだろうな。なんでベーシックインカム押すんだろう、ひろゆきさん。っていうか、なんか生活保護ってそんな語っても面白いテーマじゃないと思うよ、生活保護については。うん、そんなにホットになる議論だとは思ってないかな俺は。っていうのも、生ポが増えすぎてて、生活保護の世帯数ってどれくらい？今後の未来について。今後の未来についてってあんまり面白い話になんないと思うよ。うん、なんかね、結構議論が儲かる、盛り上がるテーマっていうのがあって、問題、なんかね、対談系とか、徹底討論系とか見てるとわかるんだけど、ね、10年前とさほど変わってないんだよ。その、主軸になるテーマって、要はね、答えが出ないテーマの方が面白いの。討論やるんだったら答えが出ないものを選ぶべきだと思う。面白い話題だから、その、なんだろうな、
なんか北方領土返還とかさ、そのなんだかんだってあるじゃん、そういう政治系、韓国がどうとか返還がどうとかなんとかとか、あと憲法9条の問題とか、そういう系の方が、あれってなんで議題にされることが多いのかっていうと、答えが出ないからなんだよ、うん、で、頭がよく見えるトークの、ベーシックインカムはロボットが労働する時代になれば必要になると思うよ。あー、いい線ついてるね。あのね、いい線ついてるんだけど、もっと先読みした方がいいかなと思ってて、あのね、結局ね、俺はベーシックインカムありだと思うの、日本については。あのだけど、その議論となってる主題から、あの主題と噛み合ってるかどうかで、あのベーシックインカムになるとどうなるのかっていうとさ、あの働かなくていいじゃんっていう議論になるじゃん。でぶっちゃけた話言うと、外国人労働とロボットっていうので、要はベーシックインカム大丈夫だっていうことなんだよ、結論。だけど俺はだったら生活保護があるじゃんっていうふうに思っちゃうの、絶対。あの生活保護を正しく理解して、生活保護を受けるべき世帯に受けさせた方がいいっていうのが俺の考え方なの。アナオさん、外国人いらない派。俺ね、でもね、やっぱその日本が資本主義を採用してる以上、絶対に外国人のその流入は避けられないと思うんだよね。なんでかっていうとさ、これ、生ポの問題と外国人の問題ってセットになってると思うんだけど、働く、なんか、もうどうせ日本で頑張っても、1000万、年収1000万いかないと、2、300万にしかならないと、だったら生ポの方がいいやって考える人多いわけじゃん。ぶっちゃけた話。その、がっつり稼ぐことができない社会なら、だったら働かなくて生ポを受けてた方がいいって思ってる人が多いわけじゃん。うん。発売元ロッテ、うん、生活保護って期限あるでしょ？ないよ。生活保護は期限ない。アドーさんは寝ない。クロックさんいらっしゃい。で、その、なんつうんだろうな。俺は今の社会どうなってるかっつったら、格差が広がってるんじゃなくて、格差がなくなってるだけだと思ってるから、どうなんだろうね。ベーシックインカム。なんかベーシックインカムって金のある人にも金を渡すことになるじゃん。でも物価が上がったりとか、その俺絶対インフレで、インフレでデフ、あの物価が上がっていくと思ってんの。そうなると結局その低所得者層が食えなくなるだけだから、結局その理論上破綻してると思うんだよね。どうなんだろうね。審査を厳格化すべき、そして経過観察も。あのね、白熊さんね、あの経過観察と審査の厳格化についてはかなり厳しくやってると思うよ、現状。俺ほら生活保護受けてるからわかるんだけど、それはね、多分ね、中に入るとかなりその厳密にやってると思うよ、経過観察に関しても。和道さんと万太郎、あああれだよ、タイムシフト残ってるよ。で、多分審査の厳格化って何なんだろうな。っていうかね、それよりも大きい問題っていうのが、その現金がいらなくなってる問題もあるんだよ。俺ほら配信やってるからわかるけど、ウェブマネーの普及であったりとか、そのなんだポイントとかあるじゃん。そういうので、その現金じゃなくて、その豊かになれる時代になってきてるんだと思うよ。あのね、今でも受けれなくて死んでる人がいるっていうのもあるけど、それはメディアの洗脳で騙されちゃダメで、その確かに受けられるのに受けてない人っていっぱいいるんですよ。だけどほんと少数だと思うよ。で、ホームレスの人たち選んでやってるからね。俺ホームレスの人知り合いいっぱいいるから、ちゃんと取材してるからわかるけど、あのちゃんと説明すんのよ、生活保護受けませんかって言って。だけど本人たちが拒んでる。現金を全部ビットコインにして生活保護を受けるのはあり。俺はなしだね。っていうか、あの法律が変わって、そのウェブマネーとかもあのちゃんと法的に縛るっていう、要は現金として見なすみたいな法律になったはずだと思う。ドラゴンさん、明けましておめでとう、仕事行ってらっしゃい。Gメロさんいらっしゃい、明けまんちょ。新しいフォロワーさん紹介します。 G メロさん、フォローありがとう。
ていうかね、俺はもっと不思議なのは、パマナ文書だっけ？パナマ文書だっけ？パナマ。パナマで合ってるかな？ちょっと待って。パナマ。パナマ文書か。パナマ文書の問題で日本人が怒りを感じなかった時に、俺は、愚民化が進んでるなと思った。それ思わなかった？生活保護を叩いて、要は弱者を叩いて、強者がやってることはスルーするっていうのが、音喜多議員に詰められてたよね。音喜多だっけ？議員の名前忘れたけど、音喜多じゃないよ。ひろゆき、音喜多の友達のやつにもなんかテレビで俺のことを叩いてたじゃん。モルファンさんいらっしゃい。要は、国家がどれくらい回るのかっていう規模の脱税が行われてたわけよ。で、結局、国税とかも動いてないわけじゃん。あれはびっくりしたよね。世界中でさ、デモが起こったのに、日本ではデモ起こらなかったから。新しいフォロワーさん、ゴルファーさんフォローありがとう。あれはびっくりしたよね。だから、なんつうんだろう、もう飼いならされてるよね。だから、日本人の、日本人って多分ね、国とか税金とかよく分かってないんだと思う。俺はベーシックインカム反対派なんですよ。反対派っていうか、なんか冷静に考えたら、ベーシックインカムいいって言ってる人の論理が破綻してるように思えちゃうの。俺はね。日本緩いっすね。だから、ほんと社会主義みたいな国だなと思う。ていうか、ぶっちゃけて言うけど、社会主義を悪く言うんじゃなくて、良くも悪くも言うんじゃなくて、国民の気質としては社会主義が合ってる、この国。なんか、日本人は否定するかもしれないけど、先進国の中で日本ってどういう見られ方をしてるかっていうと、唯一完成した社会主義って言われてんのよ。日本人って自覚ないじゃん。体質的にそうなんだよ。毎日新しいフォロワーができるところがすごい。一日どれくらいあるんだろうな、ペース的に。ふわっち始めて3ヶ月ぐらいなんだけど、月400人ペースかな。1ヶ月400人ぐらいのペースで増えてってると思う。だから1日10人？ん？ 1 日10人ぐらいか。15人ぐらいか。社会主義ってね、みんな働かなくなるっていうね、よく言うけど、それ嘘だよ。絶対働くよ。源泉徴収制度があるので、サラリーマンはあまり税金の知識がないかも。そうなんだよね。そういうふうに骨抜きにされてんだよね。だから日本はね、日本人は官僚が頭良すぎるんだよ。官僚は本当頭いい。特に昔の官僚、法設計とか日本立ち上げてった頃の官僚は、めちゃめちゃ頭いいよ。だから役人がさ、作る書類ってさ、一般人がわからないようにうまく書いてるもん。もっとわかりやすく簡単にできるんだよ。それがマイナンバー制度の、導入のきっかけだと思うんだけど。本当に日本人はそういうの得意だよ。その海、ふわっちの人口、そのうちふわっちの人口を超えそう。それはないね。絶対ない。確か一番ね、フォロワーが多いのは金梅さんで6000人だったかな。多分ね、フォロワー数が一番多いの金梅さんなんだよ。ちょ、見てみるか。だから金梅さんの数を、金梅さん8000人だわ。また増えてるわ。すごいね。8000人。だからその8分の1っていうのは結構悪くない数字かもね。日本は科学的社会主義。科学的社会主義。科学的っていうのが社会主義についたのを初めて聞くかな。面白そう、ジーメロさん。源泉徴収制度はナチスが開発して戦後調達のために日本、ああ、そうなんだ。でも、面白いよね。ああいう仕組み。俺は日本に合ってるなって思うのが、消費税を35%ぐらいとか40%ぐらいに引き上げて、他の税金撤廃するのが一番いいと思ってる。金橋さん、すごいね、やっぱりね。ただ、なんつうの、一般生活に必要なものは減税すべきだなとは思うけど、本来はさ、税金って金あるところから金取って、金ないところは少なく取るのが普通なんだよ。どう考えても普通なの。どの国もやってんだけど、日本って逆転してるのね。で、金持つ人って頭のいい人じゃん。頭のいい人って節税とかができるから、要は税金かからない名目とかを知り尽くしてるわけよ。で、一番税金かからないところっていうのを抑えてるから、だから金持ちで居続けるんだよね。
貧しい人が食べられなくなる。生活保護があれば貧しい人は食べられるっていうのは体験で分かってるの、俺は。だから生活保護の誤解を解いて、ちゃんと義務教育の教えて、受けていいんだよっていうことを教えるべきだと思ってるかな、俺は。生活保護者が叩かれるっていう構造がちょっとおかしいと思ってて。生活保護、逆に言ったら生活保護を受けれない人がいるのに、こんなにいるのにっていう人いるんだけど、それを言ったら生活保護の知識がちゃんと浸透してないから受けれるのに受けないっていう人がいっぱいいるってことなんだよ。それくらい国が崩壊してんの。だからよくセットで言うんだけど、メディアってうまくやるなって思うのがさ、生活保護の世帯が増えてるってネガティブなキャンペーンやるじゃん。ね。で、もっと別問題として、就職難とか若者の働き手が少なくてニートが増えてるっていうの、これ全部同じ問題なの。でしょ？給料が底上げされたら若者働くんだよ。採用されたら働くんだよ。生活保護が増えてるのは働けない若者が増えてるからなんだよ。そう思わない？役所が断る。水際作戦はだから、なんつうの、ちゃんとね、正攻法でね、やったら通るよ。俺はちゃんとやったけど。ただ、ちゃんとやる知識を持ってない人が多いっていう、要は、生活保護を断れるような仕組みにしてるっていうのが、ダメな問題だと思う。それを、ベーシックインカムだったら、みんな楽になるでしょっていう理論は、俺、破綻してると思ってて。なんでかっていうと、本来、貧しい人を救うためのセーフティーネットのはずなのに、でしょ？なのに、金持ちにもお金、怒涛のお金配ったら、インフレが進むじゃん。要は物価が上がるのよ。簡単じゃん。例えば、ベーシックインカムで仮に13万円全国民に配ったとするじゃん。13万円分さ、2、3年後に物価が上がるに決まってるじゃん。そう思わない？冷静に考えて。でしょ？だから結局、買えなくなるんだよ。低所得者層は。だったら、ちゃんと生活保護っていう、低所得者層を救う制度があるんだから、国民がまずそれを全部利用するべきだと思うの。そうすると、国が焦って生活保護の世帯がどうってなったら、ちゃんと取るべきところから取らないとっていう意識が芽生えるからさ。貧困の人の家に役所が来て強制で受けさせ、俺はね、それ大賛成。そう。俺がベーシックインカム反対派なのは、そこなんだよ。メロンすげえいいこと言ってて、もうマイナンバーで管理をして、ね、もう強制的に、もうお金が足りない人に国が振り込むべきなの。だって税金は強制で徴収なのよ。だって所得税が、消費税があるってことは、全員買い物するわけだから、絶対に8%取られるんだよ。でしょ？で、低所得者層の8%ってでかいんだよ。北米の、遠いだろうね。なめだるまさん。あ、いいじゃん。このサムネ最高。なめだるま最高だよ、これ。いいね。これ固定にして。なめだるま、このサムネいいよ。役場の人間増やさないといけないから国が破綻する。いや、そんなことない、そんなことない。全然そんなことないよ。振り込みもできるんだよ。そう。和道の理論でひろゆき論破できる。俺が、だからベーシックインカムで一番つけるっていうところは、だからインフレ化した時にどういう制度で対応するのって。ひろゆきさんの理論だと、ベーシックインカムは7万5千円配れる財源があるって言ってんの。で、確かに財源はあるんだよ。で、局所的にはインフレ化するから経済政策に対してもいいんだけど、3年後に訪れるであろうインフレに対して国はどういうふうにその制度を設計するのって。要は、多分役所っていうのは金額で設定するしかないと思うのよ。それを国民全体の何パーでって割り出せないでしょ。だから結局食えない人が出てきちゃうから、この理論破綻するよって俺は言ってんの。で、これは平等になる政策じゃなくて、インフレを加速させる政策なの。だから経済政策としては俺は合ってるって言うんだけど、貧困を救うテーマとしては間違ってますよねっていうふうに俺は言う。その時にひろゆきの答えが聞きたい。ポリンセいらっしゃい。労働基準、労働関連法が、労働者側寄りに強化されるほど企業がめんどくさがって、雇用の非正規化が進んで生活が不安定。そうなんだよ。すげえ難しいんだよ、そこのバランスが。だからぶっちゃけた話さ、投票する人ってさ、金持ちの層なんだよ、今。で、若い人って投票しなくなってるじゃん。それはもういくら投票したって自分たちの理論が通用しないってなってるからなんだよ。そう。
だからね、政治の問題と、その、だから政治のねじれから来てる問題で、本当にその若い人たちがその政治では幸せを解決できない、だから大変な時代になってきてるんだと思うよ。だってパリが勝てないんだもん。だけど俺ね、そう、政治家が一番大事なことっていうのはビジョンを見せることだっていつも言ってるんだけど、俺らの世代って実はすごいラッキーなね、時期が来るんだよ。実は。なんでかっていうと、少子高齢化になって、今金がなくなってるじゃん。お年寄りたちが溜め込んでるから。でも人間って必ず死ぬの。お金を持ってるトップの層が20年後、30年後、一気に死ぬんだよ。そうすると俺らの代に金が急に来るのよ。で、俺らの代っていうのはみんな知っての通り貧乏じゃん。若手で金持ってるやつなんてほんとごく一部だと思うの。0.1% ぐらいだと思うのよ。だから 99.9% の人間っていうのは金を使ったことない苦しみを分かってるから、一気に使うよ、俺らは。そんな感じするでしょ？例えばさ、ここにいて30代以下の人がいるとするじゃん。30代以下の人に聞きたいんだけど、もし1000万とか2000万とか5000万とか1億とかドカッて入ってきたら使うでしょ？俺使うよ。だからそうすると経済が一気にインフレ化すんのよ。で、そうすると、次の世代とかが子供バンバン産むから、多分ね、転換期は60代、70代に来ると思ってる、俺は。これをちゃんと国が言わないといけないんだよ。これをちゃんと言ったら、年寄りたちが、ああ、違うなって言って金使うから。これをやらないといけないんだと思うよ、俺は。政治家は。ベーシックインカムやるなら、社会主義的な政策するのとどう違うんだろうと思ってしまう。あのね、違うんだよ。日本って実は社会主義に向いてるんだよ。で、ベーシックインカムがいいねいいねって言われてるのは社会主義的な気質を持ってるから。実際に社会主義かどうかじゃなくて、国民の気質として社会主義に向いてるの。これはなんでかっていうと、まず、江戸時代っていう、そう、日本人のバックボーンっていうのが、そもそもそういう風になってたから。っていうのも、政治っていうのはお上がやる仕事だと思ってたでしょ。武士がやる仕事だと。で、武士ってわかると思うけど、1割もいないんだよ。うん。それ以外は、農民は自分の土地を耕して年貢を納めると。でしょ？これ税金じゃん、簡単に言ったら。で、政治っていうのは上がやると。で、何かあったら一揆を起こすっていう気質だったの、もともとは。何かあったら農民がクワ持って暴徒化するっていう国民だったんだけど、だけど、そこの部分がね、もう剥ぎ取られちゃってんだよ。経済は良くなる。だから俺らが60代、経済はね、正直言うと、その、日本って3位な国はわけじゃん。GDP が。これ以上になることはない。俺はね、多分ね、7位とか8位とかが多分いいとこだと思う。これ以上経済発展することはない。絶対にない。理論上ありえない。日本が経済発展するっていうのはありえない。むしろ、日本が一瞬だけ1位だった時期とか、アメリカを超えてた時期とかがおかしかったんだよ。うん、お金に関する教育も小学5年生くらいから導入してもいいけど、それはね、なんでやらないかっつったら、頭いい賢い子ができたら困るからよ、うん、だって賢い子ができたら、賢いやつを公務員にするのが、あれ、義務教育ってなんでやってるかみんな分かってないかもしれないけど、優秀な官僚を引き上げるための制度なんだよ。あれ、よく俺が言ってるけど、軍人とサラリーマンを作るために向いてる制度だって言うけど、もっと言うなら、あれ、優秀な官僚を選び出すシステムなんだよ。国の統治者側になるとわかるけれども、一番頭いいやつを官僚にするための制度。生ポになって分かったことっていうのは、生ポになって。俺びっくりしたのがね、生ポになってびっくりしたのが、俺警察官に自営業ですって職質された時に言ったの。生活保護受けてます。自営業ですって言った時に、警察官が、生活保護の人は自営業できないんだけどな、おかしいなって言ったの。だけど、俺は生活保護をその警察官よりもケースワーカーよりも調べてるからわかるけれども、生活保護の払う項目があるのよ。何項目もあるんだけど、なりわい扶助っていう項目があるの。要は、自営業をやってる人に、仕入れ代であったり、土地の家賃代であったりとか、要は、自分の仕事をやってる、その仕事を守るための助成金みたい、生活保護の項目があるのよ。これがあるっていう時点で、まず、自営業やって OK なのよ。普通にやって OK なの、法的に。あともう一つ、法律の上位概念である憲法に、職業選択の自由ってあるの。職業選択の自由があるのに、生活保護は自営業やっちゃダメって憲法違反なのよ。これ公務員がこんなこと言ってんのよ。ほら、メロンさんもそうでしょ？
だから俺が言った理屈で考えると、あ、そうじゃんってなるでしょ。あのね、日本人ってその法律よりも憲法の方が上位概念だっていう感覚がないのよ。学校って軍隊を作る施設ですか？いや、そこまで言ってないけど、優秀な軍人と優秀なサラリーマンを作るための教育に関しては日本はトップレベルだと思うよ。要は上司の言うこと聞くっていう、あの、ま、の納期を守るとか出勤をちゃんとやるとか、こういうことに関しては日本の法律はめちゃめちゃ優秀だと、日本の教育はめちゃめちゃ優秀だと思ってる俺は。これは世界を見てもこう類を見ないぐらい優秀だと思ってるね。だけどそれじゃ通用しないのがグローバル化だと思ってるから、だから簡単に言うと、さっきコメントであったがほぺちゃんマンからあったけど、簡単に言うと労働、単純労働っていうのは機械がやったりとか、外国人にやらせた方がいいってなっちゃってるから、確かにさ、な、当たり前とかさ、なんとなくっていうのあるじゃん。メロンさ、生保で授業ってダメなんじゃねっていうのをさ、裏付けなく、そう、普通に考えてそうなんじゃんって思ってるじゃん。だけど俺の今の説明聞いたら、確かに和道自営業やっていいじゃんって分かったでしょ。どう、メロン、和道の憲法の理屈からしても、なりわい扶助の観点からしても、憲法でも法律でもちゃんと認めてるじゃんって分かったでしょ。どう、伝わった？だからこれを学校で教えないとダメでしょっていうの、フェアじゃないと思ってんの俺は、税金を勝手に徴収する国がやることじゃないと思ってんの。要は搾取は強制して、払わなかったら罰金で追徴課税まで取ってる。要は絶対に払わなくちゃいけないルールは作っておいて、ね。なんつうの、支払うっていうか国民に還元するようなサービスっていうの。サービスじゃん。だって、そのために国民として、国民になるためにお金を払い続けてるわけだから、生まれた時から。なのに生活保護者は叩くように仕向けてるわけじゃん。わからない。なんでだろうな。職業選択の自由って法的な根拠よりも憲法の方が強いわけだ。わからないんだ、だから日本人って自営業をやることが悪いことみたいになってんだよね。だからそれがその一般的な勤める、そのサラリーマンをやること、アルバイトをやることが正しいことみたいに考えてるのが、俺はちょっと変だなと思う。だって働くっていうことはお金を稼ぐことだから、フィサビラビリラさん、コメントありがとう。そもそも赤字事業に追徴課税なんて皆無だけどな。赤字事業には追徴課税はないでしょ。赤字なんだ、利益がないんだから税金かかんないわけだから、それは常識でしょ、それはなんか どういうことなんだろう。赤字主義用に追徴課税なんて皆無っていうか存在しないよね、憲法はわかるけど政法がわかんない。政法っていうのはなりわい扶助で検索するとわかるよ。なりわい扶助っていうのはなりわい、要は仕事を助ける扶助。生活保護っていうのはその何項目もあってトータルで13万もらってるの。遅刻しないのが常識の国ってどうなの？それは素晴らしいことでしょ。権力者側からすると、すごいと思うよ。すごいと思う。自営は廃業する危機があるから嫌なのよ。企業も倒産するけど。あ、それはね、だからそれはリスクヘッジの問題じゃん。なんつうんだろうな。それはね、いいんだよ、別に、それは。それはリスクがあることだな、それでいいの。ベーシックインチョコだとダメなの。いや、ガムじゃないから。それはだから個人が選ぶ問題だから。それはいいの。だけど、個人事業イコール、その、なんて言うんだろうな。仕事として認められづらいっていう部分があるっていうのは、ちょっと国民性が出てるかなと思ってるかな。自営って倒産しそうなのに、政府で倒産させないってことっていうのがあったってこと。今ほとんど使われてないんだけど、その、なりわい扶助自体が払われてないのよ。まあだから、韓国とか圧力持ってたりとか、その、どっかの圧力とか法律を知ってるやつは、いや、なりわい扶助出せよってごねるんだろうけど、一般的にはほとんど払われてないよ。
それを警察、嘘をついたんじゃなくて、要は認識不足ね、警察官の。だけど、それを公務員の立場で、しかも分かってないのに、それを言うんだっていうのがびっくりしたの。うん、要は圧倒的にパイが少ないイコール日本では圧倒的パイが少ない少数派でも憲法でも法律でも保障されてるものも 99.9% ないものはやっちゃいけないっていう判断なんだよ。これ右向け右の精神でしょ。言ってる意味わかる？法律上やってもいいですよ、ただリスクがあるからやらない人多いでしょうねっていうことも公務員である警察官がね、合法なのに、え、それ違法じゃないのって言っちゃう国なんだよ。うん。実際自衛って国から支援されすぎじゃない？いや、国だけじゃないよ。自衛は別に支援されすぎ。例えば、どの部分で思う？例えば、その企業で助成金でいくらでも払われてるし、政府でカードショップとか作ってもいい。あ、もう、カードショップっていうのがちょっとよくわかんないな。俺はありだと思う。カードショップ、例えばカードを売る、トレーディングカードを売るショップとか、俺ありだよ。だからそれがダメっていう風潮があるっていうのが変だっていうの。俺はね。和道が賢すぎたんじゃね？いや、だからそれはひろゆきが言ったのは、だから俺のことをその国会議員がこんな奴がいるって言って晒し上げたの、テレビで。その時のひろゆきのコメントが、そういう頭のいい奴っていうのはごく少数しかいないから、そういうずる賢い奴のために法律を変えるのはバカバカしいと。だからそこを議論してもしょうがない。ただの吊るし上げでしょって。そいつ頭良すぎるんだよってひろゆきは言ってくれたの。だから、その倫理とルールを日本人っていうのはごっちゃにしてるんだよ。倫理観、道徳観とルールをごっちゃにしてんの。ひろゆきに、褒められましたね。はい。ひろゆきは俺のことを褒めたんじゃなくて、その例えで言うとそいつ頭良すぎるよって。で、そんなやつっていうのはほとんど生活保護を受けてる全員じゃないでしょって。そんな1万人に1人とかだよって。だからそんな事例出されても、そいつのために法律変えるのなんて政治家の仕事じゃないって言うと。それを警察が知らなくて何かの犯罪立件につながるの。それを警察が知らなくて何かの犯罪立件につながるの。それを俺に聞くのはおかしくない？それを俺に聞くのはおかしくない？警察が知らなくて犯罪立件。だから警察が、ね、知らないことを、公務中にそれを、なんつうの、質問、なんだ、なんだっけ、職務質問してる相手に言うことがおかしいじゃん。職業何？自営業です。生活は生活保護受けてます。え、ダメなはずじゃないの？それ公務中に言ったらダメじゃん。税金でやってるわけだから。だって、その警察官としての職務中にやってるわけだから。うん。だからそれを言わなきゃいいよっていう話を俺が言ってるの。理解できる？自衛がどれくらい補助もらってるのか知れないからわからないでしょ？だから思い込みで言うのとデータを持って言うのって全然違うんだよ。そう。だから自営業よりも絶対企業の方が助成金とかもらってるはずなのよ。うん。そう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 。俺が言ってるのは、その考え方にびっくりしたってこと。そうそう。お経の CD。数年前、助成金ブームあった。あったね。例えば、1社3000万とかもらってる中小企業も結構あった。ありましたね。2割を社労士がもらって、ウハウハだったみたい。そうだね。実際ありましたね。でも、いろんな業界が変わって、よう、政治家の天下り先とか、献金先が変わってるだけだから、今は、だからその、なんつうんだろうな。例えば、障害者に対して手厚くしてるんですよ。これね、俺、国家の矛盾だと思うんだけど、その、障害者の人口、例えば障害者手帳ってどれくらい持ってるかって言ったら、何人に一人だっけな、障害者手帳、精神障害者手帳だけでも40人に1人もらってる計算なんだよ。で、40人に1人は、今の日本だよ。40人に1人障害者の、精神障害者なのよ。で、この割合で企業は雇わないとダメですよっていう法律があるのよ。ここまで OK じゃん。要は障害者も差別なく雇いましょうねっていう法律だからハッピーじゃん。だけど、ね、誰も雇わないからね、罰則を作るんじゃなくてどうなったかっていう、罰則も作ったんだけど、どうなったかっていうと、障害者一人雇うと、年間約2年間ぐらいかな？で、約200万降りるんだよ。だから企業はバンバン雇うわけ。障害者を。だって、勤めてくれたら200万入るんだもん。その人いてくれるだけでラッキーじゃん。おかしいでしょこれっていうのが俺の考え方かな。うん、
だけど、それは叩かれないわけよ。なんで叩かれない？矛盾でしょ？なんで叩かれないのかっていう、知らないから、国民が。で、知ってる分かりやすい生活保護者を叩くっていうのが矛盾なんだよ。でしょ？他にもいろんな助成金があるの。いろんなジャンルにいろんな業界に助成金があるの。だけど、結局だからいつも言うけど、法律っていうのは弱い人を守るための法、ね、法律じゃなくて、知ってる人が得をするための法律なのよ。だから頭のいい人っていうのは法律を把握してるわけじゃん。うん、役所も助成金予算を使い切るのに必死。そりゃそうだよ。うん。そりゃそうだよ。だけど、生活保護は困ってる人が確実にいて命のラインなわけじゃん。食うか食えるかのラインだから最後のセーフティーネットなのに、その人たちを叩くっていう国民性がよくわかんないんだよね。いや、障害者だったらどんな企業でも入れるってわけじゃないよ。それは、全然話が違うでしょ。俺そんなこと言ってないよ。大手の企業だとどういう風にやってるかっていうと、でっかい会社ってあるでしょ。でっかい会社っていうのは、どういう風にやるかっていうと、各グループ会社の障害者の率を調べるの。障害者 1% とか入れないといけない。1%、2% 入れないといけないから。それを全部集合させた子会社を作るの。で、ここに全会社の、その、障害者を入れるっていう仕組みを作るの。要は出向扱いにするのよ。わかる？で、ここで助成金で回すっていう、そのグループホームみたいになってんの。まあ、俺はそれはありだなと思ってるんだけど。だからね、もう社会がぐちゃぐちゃなんだよ、もう。既得権益とかにまみれてて。だから、そっちの問題、要は、弱き者を叩いて、ね、自分の知識を身につけないで弱き者を叩いて、強いところの隠されたルールっていうのを知らないまま叩かない。本当の悪はどこなんだみたいなところね、まず議題に上がってない時点で国民が投票できないわけよ。でしょ？だから、もう政治は無理なんだよ。この国では政治では機能しないんだよ、うん、おじいさんおばあさんを優遇し、だってさ、おかしくない4人に1人で年金を支える制度なの。4人の現役の若者が働いてる人たちが1人の年寄りを支える制度が、1人の若者が4人を支えるって無理じゃん。1人の働いてる人が4人の老人を支えるっていう制度になっちゃってるのよ今。まずこの時点で破綻してるじゃん。で、お金一番ボリューム持ってる層っていうのはこのお年寄りなんですよ。このお年寄りを優遇する政策ばっかりしてんの。このお年寄りがよりお金持ちになる政策ばっかりやってんのよ。だから若者働けないじゃん。潰れるじゃん。それが今の国よ。生活保護を叩く、政府をダミーにされてる。政府を叩くんじゃなくて、政府の不正受給が叩かれるんじゃないかな。河本事件あたりが世間に注目。だから、あれはもう完全に、メディアのいいようにされてて、河本事件は不正受給じゃないんだよ。それをまず理解してないでしょ、お経の CD。河本事件って逮捕者誰も出てないでしょ。あれだから、合法なのよ。生活保護法を知らないからなの。あれ合法なの。で、河本悪くないの、別に。で、河本のお母さんも逮捕されてないでしょ。不正受給じゃないんだよ、あれ。それを、あたかも不正受給かのように言ったの。あれは倫理的問題なのよ。叩きたくないけど叩かないといけないような状況ってあると思う。生ポは残念ながら叩かないといけない存在。そのね、根拠を知りたいかな、俺は。生ポを叩かないといけない根拠ってね、多分ね、なんとなくだと思うよ。それは、生ポの人が怠けているっていう風な考え方があるんだと思う。生ポの人は、だらけている。働いていない。なぜなら俺は働いているから、この人たちが、ズルをしているっていう感じだと思うの。でしょ？お経の CD もそれも思い込みでしょ？怠け者は嫌いですか？いや、別に嫌いとか好きとかはないけど。老人政府障害者についてぶった切って。いや、今語ってる通りだね、本当に。なんかね、俺ね、一個の答えがコリン星さんにあると思ってんの。コリン星さんの意見が論理的か非論理的かで言ったら、俺は非論理的なの。それがいいか悪いかじゃなくて。いいか悪いかじゃなくて、叩くのは正義だっていう考え方があるんだよ。その正義の根拠を突き詰めた時に本当に正義なのっていう感じはある。返したんじゃないの不正したやつ。うん、違う。返したんじゃなくて、そもそも不正受給じゃないの、あれは。まず、河本の事件振り返るとわかるんだけど、河本っていうのはお母さんをネタにしてたでしょ。お母さんラブなネタをいっぱいやってたのよ。だから、お母さんと仲いいんだなっていうのをテレビのネタにしてたっていうのが、まず第一問題。まあ、ここまでは全然倫理的にも違反してないじゃん。で、第二の問題っていうのが、河本は億万長者である。要は、レギュラーもテレビもいっぱい持ってるし、超稼いでると。
もう明らかに億万長者で勝ち組だと。これが問題点2。で、問題点3。それなのにお母さんが生活保護を受けてました。おい、河本。お前、お母さんの面倒見ろよ。こんだけお金が余裕があって、お前、しかもネタにもしてたろ。お母さんが困ってるのに、なんでお母さんを助けないんだっていう倫理観が問題発覚なの。だから、河本のお母さんは不正受給じゃないの。お母さんは、生活ができなくて苦しくて生活保護を受けてた。で、河本が叩かれた理由っていうのは、河本が稼いでるのになんでお母さんを助けてやんないんだ。なんでお母さんに10万でも20万でも仕送りしてやらないのはなぜなんだっていう問題なの。これ不正受給でも何でもないのよ。なぜ親孝行しないのかっていう問題なのよ。これを不正受給かのように叩いたからメディアが。だから、その生ポの人が叩かれたのよ。だけど、今の話題を聞いた時に生ポの人が叩かれる理由にはなってないよね。そう、仕送りするかしないか本人次第だから別に合法なのよ。で、お母さんにも仕送り断る権利があるの。だってお母さんはずっと働いて税金を納めてきたんだから、お母さんは国からお金をもらう権利があるの。国民として息子からもらわないっていう選択肢もあるのよ。だからこの二人の生き方で倫理的に河本が叩かれるのは分かるの。俺、お母さんに恩返ししろよ叩かれるのは分かるの。干されるのも分かるのよ。だけど不正受給したとか法的に違法したっていう話が一個も出てこないのに、なぜか不正受給不正受給って言われたのよ。おかしくないって思ったの。いや、生ポは持続不可能だから年金制度も同じ。じゃあね、コリン星にダイレクトな質問するね。俺コリン星のこと嫌いじゃないし、コリン星のことをディスるわけじゃなくて、コリン星にこれを聞きたい。生ポと年金制度は破綻するから一緒っていう論理を展開したじゃん。これ論理構造ね。生ポは持続不可能だから、年金制度も持続不可能だから。だから生ポを叩かないといけない。じゃあさ、同じ理屈だったらなんで年金もらってる人を叩かないのって言ってんの、俺は。さっき言ったじゃん。お年寄りが支えてて、お年寄りを優遇してる制度を取ってて、若者がこれじゃ働けない。これがさっきからずっと話してる根本問題の。だったら、年金をもらってる人も同様に叩かれるべきなのに、叩かれてないんだよ、この国では。なぜか一番最弱者である、生活ができなくて生活保護をもらってる最弱者が叩かれて、優遇されてる年金もらってる人は叩かれてないのよ。面白いでしょ？俺が言いたかったのはここなの。まさに超いい質問なの。これが正義なのって言いたいの。生活保護でもらえるような最底辺で生活困ってる人は叩く、徹底的に叩く。お金が持ってて年金もらってる人は徹底的にね、叩かない。なぜって言ってんの。そう、生活保護はあれでイメージ悪くなったよね。うん、どうなの、コリン星。そう考えると、あ、和道の言う通りだわってなるでしょ。俺は別に生活保護を擁護するわけじゃないのよ。フェアにやらないっていう話をしてんの。生活保護の問題はあるのは分かってるから、生活保護も破綻してる、年金も破綻してるのは分かるの。だけど、その生活保護者だけを叩くっていう構造っていうのは考えてないからじゃないのかなって。構造を理解してないから、国の問題っていうのを理解してないから、叩きやすいところを叩いてるだけなんじゃないかなって思っちゃうのよ。これどう、正直どう思う。じゃあどうなのか、コリン星の意見聞いてみたいんだけど。結構俺はなんかそのどちらにも寄ってないフェアな意見を言ってるつもりなんだけどな。俺ちなみに言うけど、生活保護を受けてないとしても同じ情報量を持ってたら間違いなく平等に扱うと思うの。うん、生活保護を叩いてもしょうがないよねって冷静な判断をするのよ。うん、どうかな。学校のいじめ、会社でのいじめ、社会でのいじめ、日本はいじめ社会。日本はいじめ社会だよ、もともと。コリン星、いや、年金支給額については叩いてる。ほうほうほう。年金支給額については叩いてる。まあ、年金を払っていた金額に比例してもらってるはず。生ポは違う。俺、生ポは一緒だと思うよ。ていうか、生ポっていう制度がなぜあるのかっていうのを、が根本的に違うからなんだよ。あのね、払ったら払った分だけ返ってくるっていう制度じゃなくて、まず国家とか組織ってなんで人間っていうのは徒党を組むか、保険ってなんで組むのかっていうと簡単なんだよ。あの、何かがあった時に助け合う相互扶助でしょ。そもそも組織化するっていうのは。でしょ？だって資本主義の原理から言うと、資本を持ってるものが富が富を生む理屈はわかるじゃん。だからそれを防ぐための上限をストッパーを決めて再分配しましょうっていう制度が国家なわけじゃん。それが税金の基本的な考え方なのよ。
でしょ？それなのに、還元先である最底辺の生活保護者に行くのは間違いって言ったら、なぜ金を集めるのってならない。だから、生活保護者に金を渡すべきじゃないっていう人は徹底的なリバタリアンになるべきなの。要は国家に税金なんか払うべきじゃないっていう考え方なら合ってるのよ。だけど、生活保護を叩く人ほど保守的なんだよ、この国って。要は税金はちゃんと払うべきって考えてるんだけど、そう税金の使い道で日本人として一番困ってる人にお金を与えようっていうのは間違ってるって答えの。この矛盾が俺は微妙だと思うの。逆じゃないって思っちゃうの。ラリラリさん、どうも。働かないのは悪だから、働いてるのは正義って感じかな。正義だと思ってる人は働けない理由を考え、あのね、俺はそこに関しては、同意見。生活保護者でも働いていいよ、働いた方がいいよっていうのはずっと言ってる、俺は。うん。だから俺自身も働こうと思ってるし、抜けるべきなの。生活保護は受けていい派なの、俺は。受けてもいい派なの。ただ、抜けられる人が増えるような仕組みを国策としてやるべきって考えてるの。つまり、最低賃金の底上げなの。俺が一番考えてるの。企業とか年寄り、企業の株主とか年寄りでしょ？要は若者少ないわけだ。だからそうじゃなくて、株主とかにお金を与えたりとか、企業にお金を与えるんじゃなくて、従業員とかアルバイターたちが最低でも25万以上手取りで取れる社会にしたら、生活保護者倍稼げてんだから、そっち側行きたいってなるじゃん。そしたら社会が回るじゃん。で、溜まってるお金っていうのは血の流動のかのようにお金が回り始めるんだよ。そしたらインフレ気味になるでしょ。全部の問題解決するんだよ。なぜそれをやらないのっつったら、大株主である年寄りとかが儲からない政策じゃん。こっから金を吸い取る政策じゃん。で、ここのボリュームっていうのは政治で一番太いんだよ。ここに媚び打った方が政治家として体制できるんだよ。だから政治家をそれがやらないんだよ。これどういうことかっていうと、年寄りたちの顔色を伺って政治家が悪政やってるよっていう理屈なの。ここまで理解できた？俺間違ったこと言ってなくない？ラリラリさん、わけおめや。どう？国民年金の額を知ってれば生ポはもらいすぎだとは思う。国民年金とそもそも生ポを同列化するのは俺は絶対間違ってると思う。ちなみにこれを同列化は俺はしてないからね。あくまで、コリン生産が破綻してるからっていう論理でセットに持ち上げた。俺はセットじゃなくて、これは全く別の問題だと思ってる。制度そのものが別なのよ。だからさっきから言ってるけれども、セーフティーネットの生活保護ってあくまで。で、年金っていうのはセーフティーネットではないの。積み立てなの。あくまで。年金は扶助と分かってる。でも生ポは扶助として受け入れてない。だって自分は、働けるし、ほぼ 100% 少なくとも自分の意思で働けなくならないから生ポは受け入れてない。あ、じゃあ、OK。コリン生産の立場をまとめると、例えば日本に生まれました。で、働けない環境の人がいました。その人は死ぬべきだって思ってるってこと？俺は働ける。でも働けない体に生まれた人がいる。そいつは生まれたのが悪かったっていう性善説を取ってるのよ、それ。でしょ？俺は違うと思ってんの。働けない人は受け取っていいと思ってんの。それ、そうなるよ。働けない人がいるっていうこと。あと、経済的に負けた人が現れた場合、そいつの責任になって、だからリバタリアンなんだろうね、多分。完全自由主義なんだよ。これをひろゆきとやりたいよね。ありがとうな、お前ら盛り上げてくれて。これをひろゆきとやってるところを見たいんでしょ。そういうことでしょ、メロン。ひろゆきだったらどう切り返すのか見てみたいでしょ、このヘリクスこねる男を。やってみたいよね。投票率が低いのはそのあたりが原因かも。投票率が低いのはそこが原因だよ。若者は主導権取れないから。ワドを理論武装しすぎでひろゆき負けちゃう。うん。俺でも理論だけで言ったら勝てると思うよ、多分。マジで。なんでかっていうと、結局は感情論になるから。要は、俺ができてるのに、要は、俺基準になるの、最終的に。だから、コリン生産が結構、日本国民を代表した意見を言ってくれてると思ってて、俺、コリン生産の意見は、意見でありだと思うのよ、これは。そういう人は多いだろうなって。だけど、政治家が言うことじゃないよねっていうのは俺の意見なの。国民が。トマベジに勝てるかっていうか、トマベジはね、多分ね、生活保護別の問題で切り出してくると思う。
間違いなく苫米地秀人は金持ち側なのよ。で、その時に、苫米地秀人って財閥の金持ちなのね。で、その時にどういう理屈で展開するかっていうと、多分ね、犯罪率を出してくると思う。要は生活保護がなくなったら、食えない人間が200万人が暴徒と化すでしょって。で、こいつらを、なんで生活保護って言って国が払ってるのかっていうと、犯罪の抑止力なんだよって。だから食えない人間に金払って食わせておいたら犯罪率が減るでしょって。この理論を絶対展開させてくると思う。だから権力者としての立場よ。権力者で犯罪者予備軍たちをどう犯罪を起こさせないかっていう統治論に入ってくると思うよ。そう。これは間違いなく持ち出してくる。ね、日本の犯罪率が低いのって生活保護のおかげなんだよ、実は。塩越さん、初見さんいらっしゃい。働けるのに働かない人がもらうのはイメージが良くないかも。感情的にって意味で。それはそうだね。うん。不正受給が詐欺罪で逮捕されるケースが報道。あのね、みんなね、不正受給の詐欺罪で逮捕された事例っていうのは、働けるのに働かない人が、とか、勝手に思い込んでるだけで、不正受給ってどういうケースで逮捕されるかっていうと、生活保護もらってます。で、働いてるんですよ。生活保護を受けてるの、働いてるの。要は20ドルをしてて申告をしてないで、要は普通に20万給料もらって生活保護を13万もらって33万の生活してて、税金を返さない場合詐欺罪なんだよ。国家に対する詐欺罪の。で、憲法の中に書いてある通り、働くことはいいことなのよ。ただ、働いたら生活保護抜けてくださいねっていう制度。ここがね、もうめちゃくちゃなの、普通の人。だから、働けない人が働いてないで不正受給っていうケースはありえない。だって、何も詐欺ってないんだもん。誰も騙されてないんだもん。働けないから生活保護をもらってるだけなんだもん。でしょ？働けるのに働きながら生活保護をもらうっていう構造が詐欺罪の。これを申告してない場合っていうの。犯罪減らすためにあるよ。でしょ？お経の CD、そう言われてみればそうだわって思わない？働けないから生活保護もらってんの。これ OK じゃん。働ける人は働いてください。だけど、生活保護を働いてるのにもらってるから詐欺なんだよ。分かったでしょ？うん。だからみんなが思ってるイメージと全く逆なの。そう。働ける人が働かないんじゃないの。働いてる人が働いてて生活保護もらってるのが原因なの。でしょ？言われてみればそうだわでしょ。だから、その、一般認識、要はメディアに洗脳されてるってこういうことなのよ。イメージが刷り込まれてて、そう。働けって言ったりとか、働いたらダメって言ったりとか、働いてないのは不正受給ってなっちゃう。なるほどでしょ。だから、俺が言ってる理屈が正しいのわかるでしょ。ちゃんと言ってるって。メディアにいかに洗脳されてるか。だからね、ほんとね、ちゃんとね、語る人が政治家にいるべきなんだよ、コメンテーターとか。でもね、それタブーだから言わないんだよ。うん。要は弱者戦ってた方が国民の感情静まるよねって。うん。だから生活保護叩きやるときって景気悪いときなんだよね。働いたら負けっていう考えで助走しちゃう可能性あるのかな。違う。他の問題があるとき。生活保護の問題やってるときって他の問題があるとき。働けるのに働かないのは何に当たりますか？俺は思うんだけど、働けるのに働かないっていう状況がよくわからない。あのね、働くっていう行為は、例えば一般的な企業で言ったら採用する雇用側がいるわけじゃん。ケザラモンザラさん。でしょ？だけど、さっきも言ったんだけど、企業が若者を雇わないっていう現状もあるわけじゃん。でしょ？で、これとセットになってる問題なのになぜこれも別々で報道するのかわかんないっていうのはそこなんだよ。働くっていうのは企業側も積極的に雇わないといけないの。つまり雇用の問題を解決しないといけないの。雇用問題と生活保護はセットだよってさっきから言ってるんだけど、なかなかそれが結びつかないらしいんだよね。働けない人は死ねと思ってないけど、働けない状況に自分の意思でなることはないから想定してない。なるほど。ほう。そうね。OK。そこまで OK。ちなみにもらっていけないとも思ってない。なるほど。受け入れる気はない。なるほど。結構いい線いってるな。コリン星さん、論理的だな。感情的だけど論理が入ってて面白いね。というと、コリン星さんの論理っていうのは、別に制度としては、別に否定してないんだ。ただ、受ける人格を否定してるってことか。古典的なタイプなんだね。
多分ね、戦後の人はそういうタイプが多い。要はあのホームレスになる人と全く同じ考え方だと思う。例えばコリン星さんが、例えばなんだけど、仕事とか交通事故で半身不随になりましたって言っても生活保護もらわないタイプなんだよ。多分そうでしょ。だったらホームレスなるわってタイプなんだよ。でしょ。多分プライド的に許さないんだよ。あね、ホームレスの人ってそういう人多い。最低賃金だから働かないみたいな。いや、そんなことではないと思うね。根本的に生活保護もらってたら得なんだろうっていう考え方があるんだと思う。ちなみに俺はそれには反対派。医療費が20兆円で全て必要な人とは思えないし、生ポなんてこそ、ああ、いいところついてくるね。そうなんだよね。生活保護の問題で一番金かかってんのって医療費だっていう問題に気づいてないんだよ。生活保護って、生活保護の13万円の財源、一人一人に13万円配ってんのが一番痛いと思ってるでしょ、みんな。これね、塩麹さんがすっごい的確なこと言ってて、医療費がかさんでるんだよ。なんでかって言ったら、医療費無料だから。半袖寒くないっすよ。そう。医療費無料だから、もう薬とかバンバン風邪ひいてもなんだかんだって病院行くから、で、生活保護を受ける人って病気の持病を持ってる人とか多いでしょ。実はここが問題って言われてんだよ。そう。素晴らしい指摘。いや、俺はね、悪いのは生保じゃ、なくて、そういうことを言ってるんじゃないの。あのね、生活保護イコール全て悪っていう考え方は、言い過ぎじゃないって言ってんの。生活保護を受けてる人にも悪い人もいい人もいるよ。で、俺もよく言うんだけど、韓国人にもいい人も悪い人もいる。だから、カテゴリーで、例えば、今時の世代でさ、昔はあったんだよ。ドイツ人はナチスだから全員悪いとかさ、アメリカ人だから鬼畜米兵だとか、アメリカ人は敵国だから悪いとか、極論じゃん。アメリカ人にもいいやつも悪いやつもいるに決まってるじゃん。日本人にもいいやつも悪いやつもいるんだよ。なのに、その、日本人って差別いじめが大好きで、生活保護イコール悪は言い過ぎじゃないっていう、ちょっとほとぼり冷めようよって、いい人も悪い人もいるよねっていう。だけど、いい人も悪い人もいるのに、ね、悪い人ばっかりを引き合いに出してメディアでバーってやられて、生活保護イコール悪だっていうイメージを刷り込まれてて、それは洗脳されてないかいっていうことを言いたいの、俺は。医療費1兆円、わかんない。その場合もらうんだ。でも積極的にもらうのはダメだと思ってる。積極的にもらう、なるほど、だんだんわかってきた。OK。コリン星さんね、だいぶわかった。俺ね、多分ね、コリン星さんそんな意見変わんないわ。合ってたら合ってるって言ってね。俺、コリン星さん、ほら、コメントだから代弁できないけど、ちょっと頑張ってみるね。今、トークをした中で、コリン星さんとどれくらいすり合ってるのか。コリン星さんはこれが言いたいんだと思う。要は、若者で働ける体を持ってるし、働く能力もある。ただ、精神的な理由で、まず働かないことを自分で選んだと。それは OK だと。まあ自分で勝手に死ぬも生きるも好きにしろと。要は働ける五体を持ってて精神も持ってるんだけど、働かないという選択肢をしました、その人が。で、その選択をしたのにもかかわらず生活保護を受けた場合っていうのは、こいつは叩くべきだ。これで合ってる？これで合ってる？コリン星さんのことを代弁すると、この条件のみ当てはめて叩くべきだ。っていうなら、それを言うなら俺も同意見。だけど、多くの人は生活保護ってワードイコールその人だって決めつけてるのは良くないでしょっていうことを俺はずっと言ってんの。コリン星さんがもしそれだよワードって言うんだったら、俺は、じゃあ俺は同意見。じゃあ俺は同意見。同意見です。だけど、あのね、そんなやつなかなかいないよ。マイナンバーできたら薬横流し難しいだろうけどね。薬横流しはね、結構問題だからね。河本の件は受給されなくてもいい人。河本に助けてもらえばいい人が申請してもらっていたことが問題なので、あのね、それはさっき説明した通りで、その通りです。つまり、河本の問題っていうのは倫理的な問題なのよ。申請してもらっていたことは問題じゃないですよ。法的に言ったら。倫理的に言ったら問題あるかもしれないけど、法的に言ったら問題ないです。要は、詐欺かど、不正受給かどうかの問題で言ったら不正受給ではない。100% ない。偽装離婚して生保多くもらうってどういうこと教えて。偽装離婚して、はい、偽装離婚、
偽装離婚。結婚してるんだけど。ああ、そういうことか。世帯を分けるっていう発想で、厳密に言うと多くならないです。生活保護っていうのは食費であったりするのを7万円。で、家賃が6万円もらえるんですよ。わかる？だから、6万円プラス、6万円の家賃プラス、7万円の生活費で13万もらえるの。で、世帯でもらうもんだから、2人で住んでた場合っていうのは、家賃が7万円の家住んでいいの。要は 2LDK とか住んでいいんですよ。7万いくらになるの。だけど、食費としてもらう分っていうのが、1人7万円は変わらないから17万になる。7万かける3で21万円になるんですよ。だったら、結婚してて世帯一緒に住むのが普通なのに、結婚してるのにあえて偽装離婚というか、要は喧嘩してますって言って、家をそれぞれ持ち家2つあった方が便利だよねっていう考え方、要は得だよねっていうことで、世帯を分けて、家賃分、だから7万円の生活費は上がるわけじゃないんだけど、家を2つ持ってるみたいな感覚にできるじゃん。っていうようなことをやるっていうのが、多分偽装離婚の製法を多くもらうっていうことだと思うね。外国人ナマポはよくわからないけどね。日本国民ならナマポでいいじゃん。外国人には俺も反対だね。俺も、だけど、さっきの、コリン星さんの言う通り、働ける精神持ってる。ただ、自主的に働かないっていう決断をしたのに、生活保護をもらうっていうパターンは俺はないと思ってる。ただ、それっていうのは、立件が不可能なんだよ。心の問題だから。やっぱ、身体系もメンタル系の場合が不正多いような。っていうのも、不正が多いって言うけども、まずアイラね。だから、厳密に言うところの不正っていうのはないんだよ。多くの場合見たことないの。で、もっと言うと、本当に不正してるやつは、本当に逮捕されてる。そう。だから、不正されてるやつは、やっぱ逮捕されてんのよ。持ってる？メンタルの問題は、メンタル、本当のメンヘラを見たことないと分かんないよ、多分。それはね、また別の問題だと思う。それは、俺がよく話すのが、その、障害について語ってる枠があるから、それは別の議論だと思ってる。で、生活保護の問題と、それをごっちゃにするの、すごく良くないと思ってて、なんでかっていうと、障害者イコール生活保護をもらうではないから。なんでかっていう、すべての国民を守るための制度なのよ。それを、障害者の話を、この枠で、この議題で話しちゃうと、ぐちゃぐちゃになると思ってる。疑わしきは罰せず。知ってますね。そもそも働かない時点で精神に何かあるでしょ。 ああ、面白いね。その意見いいね。働かない時点で精神。そういう奴らは刑務所に行けばいいんだよ。そういう奴らをどう炙り出すのかっていうのが、哲学的にすごく難しい問題ですね。だから、さっき疑わしきは罰せずっていう言葉の通りです。日本の法律っていうのは、疑わしきは罰せずなんですよ。俺の知り合いがひどいだけか。でも、受けられる。正直言うよ。俺、ニコ生の知り合いで、生活保護を受けてることを言ってないで、生活保護を受けてることを言ってないのよ。リスナーに。で、物品もらいまくってるやつ5万と見てきたから。俺は生活保護を受けてるよって言って、叩かれまくったわけじゃん。リスナーから。要は、不正受給だって言われたわけじゃん。だけど、俺はいつも言ってる通り、全部市役所とかに申告してるわけよ。で、俺は配信で、ちゃんと稼いで国に税金も返してるっていうことを表明してやってて叩かれたわけよ。でも、知り合い、誰とは絶対言わないけど、俺は個人叩きするつもりないから。それ生き方の問題だから。生活保護なんか隠してる。リスナーから金品巻き上げてる。ね。で、いい思いして暮らしてる。申請もしてない。要は簡単に言うと犯罪だよね。不正受給やってますっていうのは、いっぱい知ってます。どこから鬱なのか説明できる？できないですね。医者じゃないんで。毎日8時間を週5で月15万くらいしかもらえないパートやバイトの人だとかだったら、生活保護もらいに行った方がいいんじゃねえと思う。だから、そうなってるのがやっぱ問題だよね。そう思っちゃう人が出てくるもんね。はい、おちびさん、明けましておめでとう。絶対に言えない。口止めの仕方が異常とかじゃなくて、それは俺ははっきり言う。いつかバレると思って、いつか捕まると思ってる。そんなに甘くない。いつかバレるよ。僕の知り合いは生活保護もらいながら申告なしで働いて、他人名義の車まで所有してる。やはり不正。それは不正ですね。それもしリークしたら、区役所に一発で逮捕です。一発逮捕。
だからそれが不正受給なんだよ、本来は。ふわっとしてる人って世間的に出さない人がいい人ばっかりじゃん。それは言い過ぎじゃない塩こじさん、それはショックだよ、やっぱ配信者として。まあ、全員がまともだとは言わないけど、やってる側からするとそれ言われたら結構ショックだぜ。だそれ俺含まれてんでしょ、塩こじさん的には。新しいフォロワーさん紹介します。ランちゃんさんフォローありがとう。いやー結構ショックだな。あ、もう一人。新しいフォロワーさん、オロロさんフォローありがとう。いやーすごいね。75分間こんなに熱込めて生活保護のこと語るやつ俺ぐらいだろうね。でもね、大事だと思うの。本当はね、生活保護を受けてるやつが一番詳しいんだから、堂々と語るべきだと思ってんのよ。そう思わない？俺ね、よくリスナーさんにたまに言われるんだけど、お前が生活保護のこと語るなって言うんだけど、逆だと思ってて、俺は生活保護を受けてる当事者だからこそ誰よりも詳しいんだよ。それをみんなにこうやって伝えた方が、より日本の社会にとっていいと思ってんの。これがリアルだよって。どう思う？サメは正常だと思う。いや、思いません。サメ島さんは、正常ではありません。それが彼の魅力です。僕はそこが好きです。自分で好きで全身入れ墨入れて、シェア、仕事ないから生活保護はあり。納得いかない。仕事ないから、すごい特殊な例だと思うけど。まあでも、ワドさんに悪いこと、悪いほど生っぽ受給者は自己正当化しちゃってダメ。生っぽはそういうもんじゃないよ。ワドさんに悪いけど生っぽ受給者は自己正当化しちゃってダメ。生っぽはそういうもんじゃない。いや、自己正当化じゃなくて、これいつも言ってるんだけど、自己正当ではないのよ。あくまで、旗から見て、自分が受給してなかったとしても、俺は同じ意見。ギフトだけならセーフ。ギフトもアウト。生活保護の話はためになる話だと思います。議論することは大事なことだよね。みんなで。はじめまして、若番さん。和道の今年はふわっち稼いだ生ポ切るって堂々と言うところは好感度高い。俺1月の末に切ろうと思ってる。正直言うと。ただね、ぶっちゃけて言っていいですか？ぶっちゃけて言っていいですか？ぶっちゃけていいですか？じゃあ。これ結構神回だと思うよ。ワードを追っかけてる人。ぶっちゃけ聞きたい？聞きたい人手挙げて、じゃあ。聞きたい人手挙げ。あ、でも言わない方がいいな。リスク高いな。やっぱやめとく。やっぱやめとく。多分荒れるからやめとく。やっぱやめとく。ごめん。やめる。ごめん、言わない。ごめん、やめる。いや、ごめん、手挙げても言わない。やめだ。ごめん、やめる、やめる。手挙げないで。いや、言わない。ちょっとね、はめ外すつか、ちょっと下手打つところだった。やめとこう。で、まず西成で初め、借家が、社長さん屋がジャガーに乗った生活保護の企画が来たよ。言われた。大手の配信者は納税してるって言うけど、誰も、ふるさと納税の話しないから納税してないと思う。ふるさと納税の話してないと納税してないっていうのは論理破綻してないかな。50とかになってどうしようもなくなった場合もあるかもだし、最悪生ポがあると気が楽かもだし、それが日本人としての安心感を買うってことなんだよ。高い税金払うってことなんだよ。だから高い税金払ってるんなら、別にサービスは受け取っていいと思ってる、俺は。施されるものより施すものが正当性を主張するのが受け入れやすいのでは。だからそれがね、多分生活保護を叩きやすい構造なんだと思う。施してると思ってんだよ。窓みたいに配信で言えないことを言える配信者はマジいない。リスクが死ぬほど高いからな。高いよ。あ、いえ。わかったよ。じゃあ、言うの？いや、俺結構相当口滑らそうとしてるんだけどな。ロハコさんの問題はロハコさんに聞いてください。いや、どうしよう。言おうかな。いや、マジで迷うな。どうしようかな。いやあ。やめとこう。やめとくわ。やっぱやめとくわ。やっぱやめとくわ。ごめんね。いや、これ結構マジなやつだからやめとく。シャレにならん可能性あるから。
うん、やめときまーす。いや、やめとく。やめとく。やめとく、やめとく。うん。いや、謝ることではないんだよ。謝ることなんじゃなくて、俺のこと嫌いなやつがさらに嫌いになる話だから、もう、許せねえってなる話なの。別に悪いことではないの。いや、結婚とかじゃないんだよ。まあ、いいんだよ。いろいろあるんだよ。許せねえよって、俺のこと嫌いなやつが、もう2チャンネルがさらに噴火するような話だから、やめとく。やめる。いや、不正受給はしてない、してない。要は、なんつうの、俺にはリスクない、正直に。法的に何かを犯してるとかじゃないの。違うの。そうじゃなくて、そんなこと許されねえよ、みたいな。なんつうんだろう。要は、羨まけしからんになるんだよ。羨ましくて嫉妬して、和道アンチがさらに怒りが噴出するみたいなことだから、うん。ね、やめとく。うん。うん、そうだね。そうだね。やめとくわ。いや、炎上大歓迎じゃねえわ。炎上大歓迎なのフォローしないそうだもん。和道嫌いな奴らって大半理由は何が嫌いなんだとか自分で思う。多分ね、俺のことが羨ましいんだと思うよ。うん、それは感じる。要はね、持たざる者が俺のことを恨んでるんだと思う。2チャンネル沸かせないよ。うん、初見さんいらっしゃい。みーさんいらっしゃい。ただ、とんでもない爆弾は抱えてるよ、俺。爆弾抱えてるっていうのは、つつかれても違法性はないけど、アンチリスナーがもう激怒するような、なんでこいつばっかりいい思いすんだよ、みたいな。うん、バーでも始めない、始めない。うん、やめとく、やめとく。いや、いや、投下しないよ。やめとく。花火何発とかないよ。あ、来ますよ。福岡行きます、行きます。ヒントもないよ。何もないよ。爆弾にヒントなんかねえよ。ヒントなんかねえよ、うん。いや、引っ張ってないよ。引っ張ってないよ。いや、いや、なんでもない、なんでもない。忘れて。嫉妬されるだろうね。いや、いいよ。100でもいけねえわ。そんな安くねえわ。あのね、ぶっちゃけた話、金の問題じゃない。ぶっちゃけな話、金の問題じゃない。あの、いくら積まれても話さないと思う。無理無理。いや、無理っす。無理っす。いいんだよ、いいんだよ。あー、クロックさん、ぜひ会いましょう。ヒントぐらい。いやいや、ヒントもないよ。やめとく。アンコールもない。風俗が無料ってなんだよ。お前らにとって最高の、最高に嫉妬するのって風俗無料なの。生保って片身が狭いと思ってます。私の実家は生保受けてたんで、もう生保、ああ、そうだったんだ。大変だったね、みーさん。片身は狭いよ。昔の和道に嫉妬する人はいそう。ああ、どうなんだろうね。これが和道がトーク乗ってる時にいいパス、いいパスするのが一番だな。あ、でもね、大したことないよ。みんなが思ってるほど大したことじゃない。全然大したこと。旅はね、4月ぐらいにしようかなと思ってて、1月に西方抜ける、多分2月になるか1月になるか分かんないんだけど、もう今年の頭には抜けようと思ってんのよ。で、1月って決めてて、おう、ワンタロウいらっしゃい。で、んーとね、その手続きを、あー、そうだな。この話すると、だからその爆弾に触れることになるからやめとくわ。うまく誘導されてるな。ダメ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 。だから、ダメ。ダメ。無事任務完了したら伝えるわ。やっぱね、爆弾踏むわ、俺。やめるやめる。いや、いいいい。とにかく西方を抜けるっていう話よ。あー。いいとこつくね。もういいよ。もうやめよう。もうやめようぜ。もういいよ。アイラもういいよ。いや、いいよ。やりづれえな、ほんと。いいんだよ。幸せになんだよ、俺は。いいんだよ、パトロンとか言うな。いや、いいから。いや、そういうのいいから。うん、いや、まあまあまあ。まあ、ありがとうございます。まあまあまあ。まあ。
あ、彼女の実家はすげえ金持ちだよ。あの、それは別ね。それは別。全然爆弾でも何でもなくて。彼女は超金持ちだよ。仕事見つけたからじゃないよ。俺働いてるっつうの。仕事やってるよ。あ、彼女は金持ちですよ。うん。うん。アイラはさすがいいとこつくよね。勘がいいよね。妄想話が肥大化するから言ってしまおう。いや、だからもうわかるでしょ。今の流れ見てたら。おはようございます。僕も聖母です。働け。いやいやいや、まあまあ、誰とかやめましょうよ。はい、今の流れがわかんないのはリテラシーないやつだよ。うん、和道の配信半年でおむらないと。いや、働けよ。お前、ケロロ軍曹だよ。おはようございます。僕も聖母ですって言われてもさ、働けばが。俺働いてるよ。うん、そう、うん。まあね。聖法ね、停止だからもうやめようよこの話。あの、別に後ろめたいことでは何でもなくて、うん、あの、うん、まあまあまあやめよ。聖法は抜けます。抜けようと思ってます。はい、FC2 の時はみんなで生ポイ行こうぜって言ってた。そんなこと言ってた。和道グッズは無料で配っても平気ですね。昨日の T シャツ。いや、全然もう、ボーリーですよ。あれ結構儲かるんだよ。グッズで結構買ってくれるんだよ。儲かるんだよ。あれ結構いい金になるんだよ。聖法受けながら旅に出れない。俺一回やって大揉めしてるから、次やったらもう、次やったら多分逮捕だろうね。うん。聖保切るって時間かかる。そうなんだよ、そうなんだよ。おはよう、あやか。おはよう。かっこよかった。うん。あれいいよね。グッズは結構金になるよ。うん。グッズはね、チャリンチャリン入ってきて、結構買ってくれんだよ。うん。あの、女性が買ってくれるね。グッズはね、男性よりも女性が買う。あれが不思議だった。ありがたいことに。面白いよね。和道の異常なゼミナールっていう T シャツ着て歩くんだもんね。女の子がね。俺多分見かけたら爆笑すると思うよ。お前それ買ってんのってダッセーな。よく着れるね。レデルさん風船ありがとう。飾るんじゃないの？いや、着てるんじゃないの？わかんないけど。聖法抜けたくても抜けさせてもらえないこととかあるみたいな。俺とかだから抜けさせてもらえなかったよ。うん。コンドームかぶってね。もう絶対抜けるわっつって、神回起こすわっつって、コンドームかぶって市役所行ったら、うんこちびるほど怒られただけだったわ。うんこちびるほど怒られて聖法抜けさせてもらえなかったもん。え、ひどっ。とか。部屋に飾るの、うん、え、でも服は着た方がよくない？服は着るもんだと思うけど。私は着てるよ。みんな見てくるけど関係ない。やっぱ見るんだね。あれ目立つよな、俺の服な。一応、昨日作った T シャツ限定5枚なんで、もし、欲しいなと思ってる人は買ってください。コンドームかぶって役所行ったらどうなったの？めっちゃ怒られた。もう二度とやるなって言われた。めっちゃ怒られた。聖保に偏見ないですよ。母親は受けたくて受けたわけじゃないって言ってました。そりゃそうでしょ。うん。受けたくて、そうなんだよ。根本的にそこが間違いで、みんなが考えてるのは、生活保護って13万円しかもらえないわけじゃん。受けたくて受けるやつなんかいねえよ。うん。はい、ワード2。そう、よっぽど特殊な事情じゃないとやっぱ受けないんだよ。うん。服は着ることにして、ワドさんを飾るか。まあ、セーフティーネットだからね。なんかその誤解はやっぱ解いていきたいけどね。聖保受けるときは俺は死ぬか聖保受けるかぐらいの本当に感覚はあったよ。ホームレスだったから。だし、仕事も決まんねえし。辛かったね、あの時期は。障害年金はハードル低いですけど、どうですか？俺もらってねえかんな、障害年金な。うん。俺は障害年金もらうような等級ではないと思ってるから。障害年金は別にもらえる人はもらっていいと思うよ。うん、T
ていうか基本的に国がやってるサービスっていうのは俺はどんどん受け取るべきだと思ってる。トッコさんいらっしゃい、楽しんでって、面白かったらフォローしてください。和道です。親戚とかに電話じゃなくてハガキが行くんですよ。電話が行くっていうのは都市伝説ね。ほとんどの場合ハガキ、コンドームじゃなくて風船とかストッキングなんか被っても怒られない。そういう問題じゃないね。まず配信を回すなって怒られた。二度とこの役所の中で配信回すなっていう誓約書を書かされた。ネックレスこれ、親戚とかにも電話、電話じゃなくてハガキね。ハガキ、ハガキで、ね、この人が生活保護を受けようと思ってます、助けますか助けませんかみたいな、結婚式に出席しますか出席しませんか丸つけてくださいみたいなの来んの。それ鹿としても別にいいんだけど、日本人は律儀だから支援しませんに丸をつけて返信するんだよ。乖離性人格障害で半年通院してたら2級もらって、乖離性人格障害ほう、半年間通院入院したら2級、2級だろうね。それは妥当な判断。障害者年金プラス生活保護、月20万以上で100払らしい。アイラ間違ってる、アイラ間違ってる。まず札幌の事例で言おうか。まず乖離性人格障害で半年通院してて2級っていうのは妥当だけど、それは手帳の話で、障害年金が2級で降りる可能性はある。ただ生活保護、一人暮らしで生活保護でもらってて、札幌の場合だったら札幌でしょ多分ね、12万の14万なはず。なんでかっていうと、まず年金って生活保護をもらってるのが多分12万か11万なんだよ、札幌の場合。まずこれ、一人暮らしの場合11万か12万、これ確定、絶対これで、それプラスアルファ年金が入ってきたら7万入るんだよ、1ヶ月分が7万、1ヶ月に対する7万入るでしょ。それプラス20万って見えるかもしんないけど、あれって紐づいてるの。年金をもらったらそれ返還しないといけないんだよ。で、浮き額っていうのが1万いくらか2万だかなんだよ。だからそれプラスアルファしても14万。だから額面上手元に来るのは20万なんだけど、6万ぐらい返さないとダメだから、手元に残るの14万だよ、最終的に1ヶ月。だからそういう誤解っていうのが、その生活保護者がその不正っていうか、なんかズルしてるみたいなのが広まっちゃうんだよ。兄も生保を受けて市役所から封筒来てます。あ、そうなんだ。生活保護ビジネスを展開できそうな知識だね。生活保護ビジネスはだから儲かるよ、正直言うと。だってアパート借りるじゃん、一棟借りるんだよ。で、そこに生活保護者バーって住ませるからって言って、ね、お、OK 出たら、だってもう絶対に取りっぱぐれのない、国から家賃払ってくれるんだもん。取りっぱぐれないよ、家賃送れること絶対ないよ。でしょ、だから賃貸経営でも不動産専門のアパートとかあんの。不動産もあるよ、生活保護専用の不動産もある、東京だと。で、生活保護ビジネスっていうのは、それプラスアルファ済ませたやつに小遣い1万円か2万円しか渡さなくて、もう お金とかも全部管理するからっつって、ヤクザとかが全部抜くのよ。7万円のうち1万円渡して米と缶詰だけ毎日与えるの。不動産屋もナマポの人を大歓迎してる。まあ現状そうだね、現状そう。ナマポ家賃の相場下げてナマポに変えませんかっていう。で、あ、いいねって、取りっぱくれないからって。だから、ここがそうだよ。上のおっちゃんも生ポじゃん。上のおっちゃんも生活保護でしょ。隣の人は学生で働いてたけどね。もう働き始めたけど。トッコさん、フォローありがとう。だから、俺、不動産屋の地図見て、あ、ここは不動産屋で、このマンションは生ポ用物件って全部わかるよ。俺、今。それくらいの知識っていうか、そう、ナマポ自分が受けたから、自分が不動産屋ナマポを受ける体験をしてるから、あ、これ不動産屋ナマポ物件ってわかる。不正を受ける方法をバックアップして承認されたナンパーが仲介もらってビジネスにしてる人もいるからな。不正を受ける方法をバックアップして承認されたらナンパーが仲介もらってビジネス。不正を受けるってなんだろうな。
役所に書く、あの生活保護のことを不正っていうのやめてもらっていいですか、アイラさん。生活保護を不正って訳すのやめてもらっていいですか。役所に確定申告行くとさ、役所の近くにナマポ大歓迎みたいな看板とか出て驚く。あ、上のおっちゃんに床ドンされたりしないの。ああ、もう下に住んでるやつはキチガイだって分かってるから床ドンしない。役所の近くの不動産がナマポ大歓迎みたいな。ああ、それはあるよ。うん、自分で家を見つけるの難しくね。いや、そういうのがあるの。生活保護専門にやってる不動産ってあるの。そこはこう書いてある。まずね、外国人大歓迎。保証人なし、OK。生活保護者も通りますって、もう、バーンって出てる。もうだから、不動産がもう、国籍持ってない外国人と、保証人いないやつと、やからと、あともう、生活保護、もうこの、味噌カスの3個だけをターゲットにしてる不動産屋があるのよ。まず頭は外国人大歓迎とか言ったの。そうなんだよね。いろいろ事情あるんだけど、そこは語られないんだよ。うん、そう、外国人大歓迎って書いてあるとこ通るよ。特に生活保護は普通働いてる人よりも優先して入れるみたいだし。優先して入れるんじゃなくて、それは大家さんがその価格にしてるから分かるのよ。例えばさ、この辺のね、ワンルーム12万、13万するエリアなのよ。ちょっと歩いたらその辺とか。もうマンションだらけじゃん、タワーマンション。だからさ、俺が外配信行くとき、そう、都庁のさ、ヒルトンホテルとかブワーってあるエリアに住んでるの分かるじゃん。もう通り1個ちょっと外れただけで、ここが6万円のアパートっていうことがありえないのよ。新宿の西新宿の一等地でなんで6万円で住めるのっていう、東京の新宿の土地勘ある人だと分かるのよ。ナマポは今後下がる、上がる。民主党の時は2万円高かった。自民党になって2万円下がった。だから自民党でいる限りは変わらないと思ってる。上がりも下がりもしないと思ってる。うん、確か政法ここまで熱く語れる配信者は和道さん以外見たことない。詳しいかね。おはようココアさん、おはようございます。生活保護コメンテーターでもやろうかな。生活保護コメンテーターテレビとかで使ってくんねえかな。喋る生ポ、日本で一番喋れる生ポとしてデビューしようか。需要あるだろ。おお、道島の犬久しぶりさじゃん。12社を渡るだけでお家がいい。どういうこと ?12 社。あー、通りね。旅配信頑張りますよ。政府の今後の未来についてどう思いますか？答えてあげようか。これね、和道、あ、斬新だけど当たってるわっていう。そんな簡単なこと思いつかなかったわっていうね、革新的な答え持ってるよ。政府の今後の未来についてどう思うか。変わらねえよ。それが日本人だよ。この国っていうのは変わらねえんだよ。な、それが日本人なの。ああでもない、こうでもないって言い続けて、憲法一つ70年間変えられないのが日本人なんだよ。変わらねえよ。それが、良くも悪くも日本人なんだよ。これから年寄りも増えるから生活保護受ける人も増えますよね。増えるね。うん。変わらない。本書いてコメンテーターとしてプロダクション入ればいいね。本書いたら売れそうだよね。生活保護完全マニュアルとかね。もう絶対国から摘発されるようなタイトルつけてね。生活保護完全マニュアル書こうかな、俺。売れそうだよね。ベストセラーになったらどうする？新しいフォロワーさん紹介します。ゆちさんフォローありがとう。お前ら買うんだろう。生活保護完全マニュアル作ったら。若者で受ける人も増えますからね。増えてるね、実際。こういう話の時生き生きして、あのね、議論が好きなの。俺ね、生活保護に対して詳しいんじゃなくて、こういうね、小難しい、だから言ったでしょ。これ、話題の頭から見てる人思い出してね。議論に向いてるのは答えが出ないのが議論に向いてるんだよっていうの、まさにこれでしょ。そう。答えが出ない問題っていうのは議論に向いてるの。そして盛り上がるの。で、俺は考えるのが好きなの。理屈こねるのが大好きなの。口先から生まれてきた和道だから。
だから、こういう小難しくてちょっと頭使うような話題を振ったら、俺は永遠と喋るから。答えが出ない話題は討論に向いてる。これはね、多分ね、和道語録に入ると思うよ。さっきも言ったじゃん。普遍的に変わらない、答えが出ない問題ってあるんだ。生活保護の金自体は税金の内訳の本当に少額。そうだよ。生ポも医療費の1割払うようにすれば、どうでもいいことで病院行く人は減る。あ、橋本さんが大正解。あのね、はっきり言う、橋本さんが大正解。橋本さんが1割でもなくて、ちょっと500円とか小銭払うだけで全然変わる。これ間違いないよ。橋本さん大正解。生ポエナニアルもはすでに出版されてる。いくつも出てるよ。俺3冊ぐらい持ってるもん。知ってる知ってる。面白いよね。生ポン話題だったら永遠に喋れるようなワード。なんでかって言ったら永遠にアンチが湧くからよ。永遠にアンチが湧き続ける以上、論破し続けることができるから。だから俺からしたら、生ポの話題っていうのはやりやすいネタなの。三国無双をやってる感じなの。もう敵がわーって襲ってきて、俺は槍をこうやってぶん回してるだけのゲームだから。わーいわーいっつって。そっちも来たっつって。あー敵軍来たっつって、ウェーイっつって回ってるだけだから。やりやすい。なんでかっつったら、その敵どもの兵力、要は、生ポンのことを知ってるっつったら、武力差があるから。絶対負けないゲームなのよ。生ポンは絶対に俺の方が知ってるのよ。おはよう、寝てないよ。生活保護を受けてて一番困ったことは何ですか？これリアルなこと評価。あのね、これはね、本当に、あのね、これ本当にリアルに付き合いができない。あのね、生活保護って13万円もらってるって言うからみんないいなって言うんだけど、家賃は6万円なんですよ。本当のこと言うと、家賃は5万3700円しか出ないから、6300円手出しなの、俺。だから、7万円残るでしょ？そのうちの7万円のうち、インターネット、携帯代、水道代、電気代、ガス代か。これで大体1万5000円ぐらい消えるじゃん。これ別に、その、なんつうの、贅沢だとかならないはずの。まあ、それくらい消えるよね、普通って。で、俺の場合 Wi-Fi とか契約してるから、モバイル用の2万は消えるんですよ、固定費で。そうすると残り5万円でしょ？で、1日500円なんですよ、食費が。で、そうすると、1日500円で、いくらだ？ 30 日だと3万円じゃん。そうすると残り2万残るんですよ。で、俺タバコ吸うじゃん。1日1箱だから、今だと1万5千円ぐらいなくなるでしょ。残り5千円なのよ。ワド、飯食いに行こうぜって言った時に、俺5千円持ってプル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 震えるわけよ。わかる？これはやっぱ辛いよね。やっぱその、5000円しか持ってない30歳っていうのは泣けてくるよね。ちょっと悲しくなる時あるよ、やっぱり。そう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 。だから、その贅沢はできないし、辛かった時もあるよ。やっぱ先輩との付き合いとかでさ、ちょっと辛いっていうか、辛いんじゃなくて、恥ずかしいっていうのがあるよ。それが辛かったね。その、なんつうの、まともな30歳じゃないじゃん。だから、付き合いが減ってくんだよ。自分から行かないようになるんだよね。ワドいつも気前よくおごってるじゃん。気前よくおごってるかな、俺。あ、だから、俺だから、俺、あれだよ、そのなけなしの金とかを無理して、あれだよ。あれだよ、なんだっけ、3倍目ヒカルとかに渡してんだよ。そのなけなしの金とかを渡すんだよ。これでステッカーで旅続けろよって。すげえめちゃめちゃ勇気いるんだよ。普通の人の5万円ぐらいの感覚あると思うよ。肩身狭いよ。そう、だから付き合いは減ってくよ。だから生活保護者が孤独になってって配信をするようになるのはそこだよね。遊びたい、やりたい時に生ポはやっぱもったいない。もったいないよ。働ける人は働いた方がいいよっていうのはそれ本音。だから生ポなんか受けるべきじゃないよっていうのは本音で言ってる。人生もったいねえよ。新しいフォロワーさん紹介します。若番さんフォローありがとう。本当にそう。あのね、若いうちに生ポは、受けたいなって思うのは、すごい寂しいことだよ。死なないお金だから。
働いた方がいいよ。友達作った方がいいよ。そういうことがあるから優しさとして叩く。いや、叩かない方がいいよ。言ってあげな。言ったら伝わるからバカじゃないから。叩いたらダメよ。そうじゃなくて、5000円しかないの惨めだぞって。和道の話聞いてみろよって。若いうち希望もあんだからって。働けって。優しく言ったらわかるから、それを叩いたらダメなのよ。批判されたらやっぱ悲しいじゃん。だから叩かなくていいんだよ。ちゃんと言ったらわかるから。わかんねえ奴は叩け。わかんねえ奴はとことん叩いていいよ、もう。生ポは贅沢できないの？俺は贅沢だと思うよ。やっぱホームレスでさ、食っていけない生活してて、それがね、命の保証が手に入ったっていうかさ、死ななくていいんだっていうか、不安に怯えなくていいっていうのが、やっぱその時は俺日本人に生まれてすげえ良かったと思ったね。俺は日本じゃなかったら死んでたなって本当思った。俺がどっかの国だったら俺死んでたなって。本当に思った。日本人として良かったんだ。だから、がっつり稼いで、税金払いたいんだよね。やっぱし40代、50代、どうしようもなくなったら考えるようなもん。そうだよ。若かったら何でもできるよ。相手がトイレに行ってる時にお財布に金入れてたね。それは、先輩がかっこいいんだよ。3倍目光の先輩に、ある人がいて、まあ知ってると思うけど、みんな。その人がいつも金出してくれるんだよ。そう。で、俺はその人に金を払うのは、ダセーと思ってんのね。金持ちなの、ぶっ飛んだ。三枚目ヒカルの支援者なんだけど、かっこいい人がいるのよ。で、その人からいつも飯をおごってもらってんのよ。俺がその人に金出すっていうのは失礼な行為なの。金持ってる人にとっては。その人が可愛がってる後輩で、俺も年齢上だから、その人が頑張るように仕向けるのが俺の役目だし、そのかっこいい人に対する恩返しでもあるのよ。恩っていうのは直接返すとあだになるから。恩は回さないといけないと思ってるの。だからそういう時には見栄は張るべきだと思ってるよ、俺は。正法は受けることで血に火がつかなくなる可能性もあるってこと。あるね。あるよ。ある。話してわかる。和道さんでも孤独になるんだから、叩かないと。なんで叩きたいんだよ。どうしても叩きたいだけでしょ、それ。ちゃんと言ったらわかるよ。確かに贅沢したくてがむしゃらに働いてる人もいるよね。若い経営者とか。いや、だからいいんだよ、それも。それもいいんだよ。それは別に叩くようなこと一つもないよ。成功してるんだもん。むしろ称賛されるべきだよ、そういう人は。だから俺はね、弱い者いじめ嫌いなんだよ。一言で言うと。弱い者いじめが嫌い。俺自分が弱いと思ってないから別に叩かれても平気なんだけど。俺を叩くのはいいかもしんないけど。やっぱ弱い者をいじめるっていうのは、それはね、侍のやることじゃないよ。不正受給は叩くべきで、ナワポ自体を叩き出した人間を、そう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 、そういうこと。不正受給は別に叩いてもいいけど。でもね、不正受給してますっていうやつなかなかいないかんね。俺不正受給してるんだよねっていう、堂々と言うやつなかなかいないよ。だから目に見えるさ、ナマポを叩きたくなるんだよ。でもね、俺はね、なんか、その弱い者を叩く社会っていうのがいい社会だとは思わないよ。やっぱり。なんか、まあでもいつの時代もそうなんだろうけど。ね、それは格好悪いよね。大人がやることじゃないよね。俺はそういう社会が悲しいと思ってるから。だって、何かがあって生ポになってるっていうのは分かるから。はっきり言うけど、そんなね、甘い考えで働きたくねえから生ポもらおうつってもらえるもんじゃないから。役所の人間もバカじゃないんだよ。当たり前だけど。役所もポンポン金払うわけないんだよ。それそうでしょ？で、やっぱ本当に切羽詰まったやつのところに行ってるんだよ。で、そういうさ、本当に切羽詰まうような思いをしてて、で、さらに叩かれるっていうのは、なんか嫌だなとは思うよね。堂々と言う話じゃねえよな。それはね、今までで一番ぐさっときたな。そうだな。堂々と言う話でもねえな。
そこはね、言われてもしょうがないなって思っちゃったよ。うん、そうだな。塩麹が一番正しいな。そうだな。うん。でも言っちゃうんだよね。俺和道だからさ。うん、そうだよな。うん、だから、そこがアスペなんでしょ。その、恥ずかしい話を恥ずかしくもなく堂々とするからね。うん、まあ、そこがね、俺の頭のネジのね、外れてるところなんだろうけど。うん、まあ、そりゃアンチ湧くわ。そりゃアンチ湧くわ。うん、壮大なブーメランが刺さったな。うん、正論だわ。見てる側からしたら、まあな、酒のつまみにはなるかもしんないよね。ケインさんいらっしゃい。うん、まあね。まあでも、不思議なもんだよ。生ポ受けててさ、配信で飯食いてーとか言っていろいろあだこうだごねたけど、本当に食えると思ってなかったからね。うん、おはよう、デラさん。製法について話してくれると誤解が消える。うん。エナエナさん、ブロックでーす。働いて稼いできた人は全財産失ってどん底で周りからしても弱者になってもまだ必ず仕事探すって発想になると思うけどな。あいらさ、不労所得で40万あったんだよ。で、逮捕されてさ、ヤフーニュースに乗っかってさ、3ヶ月間さ、バイトも受かんねんだよ。あのさ、仕事探しても俺の場合さ、働けなかったんだよ、本当に。まあ、それは詐欺やったからしょうがねえだろって話になるけど、ヤフーニュース舐めたらダメだよ。ヤフーニュース。俺もアドみたいに日本人でよかったなって言ってみたいよ。いや、日本人いいぞ。本当に。本当に。日本っていう国は、だから、本当いいぞ。いや、そうなのじゃない、知ってるだろ、お前。日本人でよかったよ。ヤフーニュースやばいよ。本当にヤフーニュースのトップに乗るっていうことがどれだけ多くの人に知られるかっていうことをね、肌で体感した方がいいよ。だから闇将軍が今震えてるのよくわかるもん。闇将軍ね、もう毎日怖くて怖くてしょうがなくて、本当に多分ね、1週間か2週間ね、外出れなくて、鬱になってるの、あれ本当だと思うよ。あいつヤフーニューストップに乗ったじゃん。うん、あ、お前アラブ人になっていいよ。うん、別に止めないから。あれはマジで震えてると思うよ。もう家族からソース感食らって、近所からも笑い物にされて。いや、闇将軍は今、俺は、あいつの気持ちはわかるの俺だけだと思ってるよ。だからこそもう逮捕されるの確定だから派手に行けって言いたかったの。うん、ツイッターとかでゴニョゴニョ言ってねえな、もう派手に行けと。派手に逮捕されろと。そう。それが配信者だろうっていう。おい、レクチャーおはよう。うん、あいつは今、もう、近所中の笑いもんだよ。いや、人生終わるよ。ヤフーニュース。お、まあ、終わんねえな。すごいよね。4年前ヤフーニューストップかとってさ、配信で飯食えちゃうんだもんな。意味不明なつぶやき？うん。ツイッターでゴニョゴニョ言ってるよ。俺、あいつのツイッター大好きなんだよ。俺の3倍ぐらい、3、4倍のフォロワーがいるのに、いいねボタン一個もつかねえんだもん。あれすごいよ、ほんと。マジで内容がないの。とりあえず、政治家の名前が出てくるんだけど、全然関連性がないの。とりあえず、田中角栄がどうのこうのって褒めた後に、全く関係ないし話をし出すんだよ。あ、ほんと、都市伝説みたいな話だからな、ほんと。俺だから、闇将軍のツイッターっぽく、ツイートしてって言ったら絶対できるもん。まず、田中角栄は偉大な男だ。彼がやった政治は、今までの修具政治とはわけが違う。まあ、私の配信も、そういった輩と戦う姿勢を見せつつ、堅牢な姿勢を持って発言していくべきだと感じているのだ。みたいなことをひたすらツイッターに書くんだよ。田中角栄関係なくねみたいな。だわな、って終わる。そう。で、4分目ぐらいに、だわな、って終われば、もう闇将軍ツイッター、テンプレできるから。あいつほんとバカだよね。
俺ね、俺、闇将軍 ADHD の疑いがあるとか言ってるけど、お前はそこじゃないよって、絶対 ADHD じゃないよって。もうね、統合失調症なんだよ、あいつは。もうね、誰か言ってあげて、お前は統合失調症なんだよって。いやー、すごいよね、マジで恥さらしだからね。そのツイッターフェードインさせつつ、壮大な曲で逮捕技術かぶせてマッド作りたい。作れ作れ。特ダネよりトングで牛丼混ぜ男炎上、警察も動く。いやー、すごいよね。っていうか、闇書、俺ぶっちゃけ言うわ。俺ぶっちゃけ言うけど、俺ね、実はね、闇将軍にはめちゃめちゃ感謝してるの。俺、あいつがいなかったら、俺、ふわっちで人気出なかった。俺のアンチを全部引き連れて、俺のうざったいアンチを全部まとめて、向こうでバーってやってる間にキャラ編成功したから。俺、闇将軍がいなかったら、俺、今の俺ないよ。本当にあいつには感謝してる。これマジだから。これ戦略的にやってるから。そう。だから俺闇将軍をちょいちょいディスるのよ。お前らの味方だよっていうアピールを2チャンネルあっちにすり寄ってんのよ。大丈夫だよって。いや、もうマジだからこれ。大丈夫っすよって。もうガンガンやりましょうよって、向こうの2チャンネルにごますってごますって。わーって。ワードおとなしくしとけよ。はいっつって。もう叩きますんで。ちょいちょい叩くんで。もう向こうでやればやるほどこっち楽だよ。よかったよ。私も和道さんの真似してた時期ありますけどね、とか言って。バカだよな。俺の真似してから全部アンチ引き連れてんだよ。バカが。ざまあねえな、おい。そのアンチにお前通報されてヤフーニュースだよ。バカが。頭悪いよな、ほんと。和道さんライバル視してた。バカだよね。ゴミみてえなリスナー全部持ってってくれてさ。おー、すげえなーと思ったもん。ゴミ清掃車かよ、つって。全部持ってってくれたわ、つって。いらねえさ、ゴミみてえなリスナーの閲覧だけ増えてさ、いい気になってんの。その間にこっちは稼げるリスナーガンガン来てるからね。もうブルジョアだから。うちのリスナー。質が良くなったわ。だからね、復活してもらわないと困るんだよ。だから俺は復活しろ、つってんの、闇将軍に。お前がいないと困るんだよ、俺。どうすんだよ、戻ってきて。なあ。ああ、闇将軍様様だね、ほんと。昔のユイガみたいな。吉野家で、吉牛でやる。いや、多分ね、通報されない。っていうかね、闇将軍は、さすがに、アンチ煽りすぎ。ね、本当に、バカだなって思うもん。本当に、あれは怒るよ。アンチは。怒るよ。もう、バカだよね。新しいリスナーさん紹介します。みーさん、フォローありがとう。何をやったのと思ってネット検索したら、あんなことでネットトップ乗るのね。いや、だからアンチがすごい頑張ったよ。いや、復活するよ。復活する。断言将軍。闇将軍は復活します。闇将軍のツイッター見てきた。面白いぞ。あれ、いいねボタン絶対押したらダメっていうルールがあるから。みんな、誰も言わないけど、みんないいねボタンを絶対押さないっていう、鉄の連帯感がいいんだよ。すごいいいの。あれ最高だよね。押したくなるけど、誰も押さないの。それが最高なんだよね。空気を読み合ってるっていう。ってことは、俺の3倍いるツイッターのフォロワー全部アンチってことだからね。すげえなー、闇将軍。かっけえ。かっけえな。3倍のアンチを抱えてドヤ顔するからね。和道さんよりツイッター3倍いますからね。とか言って。あっそうだよね。たまんねえな、おい。いやー、助かるわ、ほんと。闇将軍大好き。いやー、面白いよ。もうね、毎日、一日3回ぐらい闇将軍のツイッター見ないと寝れないもん、俺。今日闇っちどうしてるかなって。布団の中でのんたんとパコった後、俺ずーっと闇っちのツイッター見てるから。アンチを煽ってたのは事実だけど、行動として煽ってたのはかっこいい。
乗っちゃったのは、いや、あのね、あのね、だから、世の中には物好きな人っていうのがいるのよ。叩かれてれば叩かれてるほど、叩かれてれば叩かれてるほど、逆側に回ってみようかな、みたいな人って、中にはいんのよ、100人に1人ぐらい。逆側に回ったら面白いんじゃない？みたいな。別に好きじゃないけど、別に好きじゃないけど、ちょっと私反対側回ってみるわ、みたいな。いるじゃん。いるでしょ。要はそれなだけなのよ。別に闇将軍を囲いたい。本当に好き。囲うんじゃないの。これ、囲ったら面白いかもしんねえっていう好奇心からなんだよ。いや、面白いでしょ。もう本当、闇将軍様様だから、本当。おかげで安泰ですよ、我が家は。ああ、たまんねえな、おい。あ、アイラ放送始めた。アイラ今日いくら稼ぐのかな？デイリーランキング4位のアイラさん。昨日だけでね、7万ぐらい稼いでっかんね。よくあの閲覧で稼げるよな。よくあの閲覧でさ、あんだけ振り込まれるよな。アイラすげえよな。いやー、ほんとすごいわ。アイラ先生。うわ、花火上がってるよ。花火3つ上がってるもん。やべえな。俺、こんだけ話した花火1個も上がってないんだけど。うわ、また上がったよ。花火上がりやがった。ねえ、すごくない？すごいよね、アイラって。花火バンバン上がるもん。俺、こんだけ喋って花火一発も上がってないんだよ。すごくない？俺。すごくない？笑っちゃうよな。まあいいんだけどさ。濃い人っていうか、ほんと好き。だから、もうアイラに抱かれたいんだろうね。アイラがいないと困るんだろうね、多分ね。いや、無理だろう。俺、色恋の女なんかいねえだろ。あ、まあ、のんたん、だからね、俺のね、リスナー、本当にメンヘラ多いのよ。本当ね、男子妻と、もうね、ババアとメンヘラ。ババアとメンヘラと生ポしかいねえから、俺の枠。本当。本当にこれ。ね。メンヘラ多いんだよ。のんたんなんか究極のメンヘラだからね。だから囲いじゃないよね。俺のね、枠はね、囲いじゃなくてね、多分依存だと思うよ。多分、それあるよね。囲いじゃないよね。俺の囲いって。依存だよね。なんか、そんな感じしない？依存って言葉が一番的確だと思う。俺に依存してるんだよ。そう。わかるでしょ？なんとなく。わかるでしょ？俺のこと好きなやつって、いや、おっさんもいるけど。いや、俺、わかると思う。なんか、俺に依存してるな、こいつら、みたいな。かわいいだなって。わかるよね。いいんだけど、俺は嬉しいんだけど。だからね、なんかね、あそこの枠やべえな、とか言われるんだよ。面白いから来ちゃうよ。そうして、依存しちゃうよ。あのね、だからよく言うの。まず、俺のリスナーやるんだったら30、精神年齢30超えろと。もうそっから先じゃない、絶対面白くないから、精神年齢30超えろと。で、女だったら、まず、リストカットしたこと、自殺未遂を3回以上したことある。もしくは、離婚を2回以上経験しているとか、旦那か彼氏に DV を受けてるとか。そういうね、数々の当てはまる条件。だって、俺さ、俺、年末のオフ会ちょっと笑えたもん。じゃあ、これ、ネタバレになるから、あんまり言いたくない、ネタバレっていうか、晒し上げるつもりないけど、囲いどもで、やるわけじゃん。楽しいわけじゃん。何が面白いって、不幸自慢がずっと続くのよ。もうね、すごいのよ。オフ会で、人生、どんな不幸があったかが、ずっと永遠に止まらないの。レクチ、ポカーンだからね。レクチポカーンだからね。すごかったよ、ほんと。おはよう、マイニャン。すごかったよ、もう。壮絶な人生の体験ですよ。心の傷がすごいんだよ。
一個当てはまるのあった。じゃあ、和道リスナーの資格あるわ。怖いじゃん。そう、もう配信回したいぐらい面白かったもんね。病んでるわーと思って。このオフ会めっちゃ病んでるわーと思って。すごいんだよ、そのエピソードが。面白いんだよ。うん。そのエピソードがまた面白いのよ。そう。すごいよ。和道リスナーのオフ会は面白いよ。リア、そう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 。もう本当に波乱万丈なんだよね。本当に。花火20発上がってんの？おい、ふざけんな。うわ、34発。お前、あ、だんだん腹立ってきたな。アイラ、34発だよ。マジかよ。どんなオフ会だよな。いやー、でも俺はそんな和道リスナーが大好きだよ。そんなね、やっぱ一癖二癖ある和道リスナーが大好きだよね、ほんと。だから、あのね、違うんだよ。これは人生経験が深いんだよ。今25ですけど、21で波乱バージョン経験した。まあ、いろいろあるよな。うん。そう。だから、なんだろうね。俺ね、でもね、これ思うんだけど、俺はね、ホストは向いてないの分かるの。要はね、恋愛するタイプじゃないの。だけど、俺はね、これマジな話だけど、俺ジゴロは向いてると思う。そういう何かはあるんだよ。あのね、要はね、あの、和道を買いたくなる何かがある。わかるっしょ、これ。これ女の人どうなの？わからない。あのね、一晩買ってみたいなっていうね、何かはあるんだと思うよ。だからジゴロタイプなんだよ。マダムキラーなんだよ。ホストにはなれない。ジゴロなんです。これ昔から。ある特定の女に対してすごいくすぐる何かを持ってると思う。だからジゴロ本気でやったら多分できると思う。わからない。あ、そう。俺がベッドの隣にいたら可愛いぜ。可愛いぜ俺ベッドにいたら超可愛いぜ。なんだ、急にノリ悪くなったな。うん、それ思う。ジゴロって知らないか。ジゴロって、だから売春婦の男版みたいなやつ。そうだね、飲んだに怒られるね。可愛いぜ、俺は、ほんと。一日一箱っすね。うん、一日一箱。ルンさんいらっしゃい。バトンタッチする配信者いないんだよ。俺ね、ニコ生の時ね、ちょっと楽だなって思うのが、ニコ生ってさ、面白い配信者いっぱいいるじゃん。だから隙間を縫ってやるのよ。面白くないやつばっかりの時間帯にやるんだよ。だから、バトンタッチができるの。あ、こいつ枠始まったな。あ、リスナー移動してくれるな。役目終わったって言って、そう、隙間を縫って1時間とか2時間やったら、もうかそるなっていう、はい、お開きっていうの強制的にあるんだけど、ふわっつってさ、ゴールデンタイムに大手がバーってくるけど、ぶっちゃけた話、昼間見るわけないじゃん。ぶっちゃけた話。だからさ、あの、いつまでも楽しく語れちゃうのよ。そこがね、ちょっとふわっちね。配信者の絶対数が少ないよね。ぶっちゃけた話ってさ、いろんなところ見たいじゃん。ある程度、俺、配信を一番面白く見れるのって、面白い配信者4人か3人なんだよ。もうこれだっていう配信者4人か3人いれば、ぶっちゃけた話、その、休みの日があったとしても、絶対そうでしょ？みんなもそうでしょ？みんなもそうでしょ？4人か3人超お気に入りの配信者いるとすごい楽だよね。もう毎日金かからずさ、ぶっちゃけ暇つぶせるわけじゃん。それがね、やっぱね、ないんだよ、ふわっちはまだ。だから、川崎洋平とかね、来ないかなとか思うんだよね。川崎洋平とあと誰だろうな。なんかね、その、バトンタッチできるやつ欲しいんだよね。そうが被ってないんだよな。俺誰と被ってんだろう。鮫島さんかな、今。俺、
俺の俺一番好きな配信者書いて、誰、ふわっちの中で、ふわっちの中で一番好きな配信者みんな書いてって。そうなんだよね、昼間見るのないでしょ、俺昼間今働いてっから無理だからな。そうなんだよね、朝方と昼間ね。今一番好きな配信者書いてみて、ふわっちで。 ADHD で障害者手帳は結構厳しいね、うん、ピッピ知らねえな。香川、あ、香川さんね。あ、俺香川さんと今被ってるかもしんない。ゆばちゃんわかんねえな。見る人がいないことがあるの、なんとかして。そうなんだよね、だから早く生活保護抜けてぶん回すよ。やっぱサメちゃんか、ワド、チョコ、あー、チョコか、サメちゃん、サメ、あ、やっぱサメ島、佐野いねえよ、おい、エージェント忘れろよ、未練たらしいぞ、おい、ゆいがさんのサムネで佐野っていう悲しさねえぞ、一番悲しいわ。もう辛いよな、佐野見てえよな、佐野のところでアンチコメント打ちてえよな。俺ね、今ね、珍味団どうしてんのかなってよ。珍味団どこ行った。俺、便所太郎が一番取り込むかなと思ったんだよね。便所太郎さんが一番その属性は近いかなと思ったんだよ。なあ、珍味団今やることねえよな。ワドさん、のぞみ。のぞみか。やっぱサメさん影響力強えよな。うん、サメちゃんだ。強いね、やっぱ。うん、ちゃんまんは、ちゃんまんは今、ツイッター職人やってるね。うん。あ、でも、佐野はいつも言うんだけど、佐野は俺の心の中でいつも見守ってるよ。多分今もよ。なんだよ、おい、ワドよ。結構、閲覧いいじゃねえかよ。ああ。コメントはよ、打たねえけどよ、ワード、見てっからよ、ケビン。言って今も見てるはず。今、ロムってるから。チャンマンは常に俺の心の中にいるから。いつでも、この枠に来たらチャンマンいつでも会えるから。ケビンじゃねえよ。何がケビンだよ。ちょっと面白いな。ケビンじゃねえよ。悲しくなるわ。いやー、ロムってるかな、どうだろうね。うん、ロムってるかな、ロムってたら嬉しいな、うん、早く戻ってきてほしいけどね。レパートリー増えてないね。うなロスだよね、そろそろ欲しいよね。配信引退した佐野さんからサメちゃんいたから気になる。そうだよね、いやもう、いや、ぶっちゃけた話、サメ島さんも俺も、あ、起きた、おはよう、おはよう、サメ島さんも俺もうちゃんまん復活近いとは言ってるんだけど、どうしたの、のんのんたん、どうした、なんでもない、のんたん起きたねえ。やっぱうなちゃんいないと盛り上がんねえよ、ちゃんまんいないと盛り上がんねえよ、なんかね、なんかね、便所がウナの情報を持ってるらしい。いやだから結局便所太郎さんのうまいところそこだよね。情報俺は持ってるんだよ感はすごいじゃん。俺のネットは言わないけど、口では言わないけど、俺のネットワーク半端ない予感のドヤ顔すごいじゃん、便所太郎さんって。なんかね、そういう雰囲気あるよね。俺でも持ってないと思うよ。持ってないと思うよ。っていうか、ただリスナーのポンプを鵜呑みにしてるだけだと思ってる。うん。便所はスルーとか。いや、そこでしょ。便所太郎さんって結構そういうところあるじゃん。電書バトとかポンプを鵜呑みにして拡散して下手打つこと結構あるじゃん。ない。俺、便所さん結構そういうイメージだけどね。そうそうそう。そこが結構面白いところなんだよ。便所さんの たまに荒れるじゃん。誤報が流れて荒れるじゃん。それが結構好きなんだよね。うん。だからあれだよ。トースポみたいなもんだから。便所太郎さんは。また炎上してるよ、と思って。俺結構好きだよ。あの便所さんのあのポジションっていうか。え、ない？便所太郎さん誤報流していつも荒れてるイメージあるんだけど。2ヶ月に1回誤報流すよね。大誤報。トースポだよ、あれ。
いや、あれだよ。それはディスってるんじゃなくて、愛で言ってるからね。誤解しないでよ。ベジョさん好きだからね、俺。ふわっちに今必要な人材誰だろうな。ふわっちに俺が今一番欲しいの川崎洋平かな。あと闇将軍も早く復活してほしい。闇将軍、川崎洋平、あと誰だろうな。川崎洋平、闇将軍、あと誰だろうな。難しいな。難しいな。もう一人誰か欲しいけどね。誰だろう。やっぱ石野が欲しいな。石野復活しねえかな。俺やっぱ石野好きだわ。あいつの枠一番気持ちいい。あいつバカなんだもん。いや、いい意味だよ。かっこいいバカなんだよな。気持ちがいいぐらい底抜けのバカじゃん。あいつは才能あったよな、石野は。また見てえな。なんか1ヶ月ぐらいこってりみたいね。石野大手になれたでしょ。配信全体でナンバーワン。石川紀之じゃないの。ごめんね、なんかありきたりで。だから、まあ横山みどりか石川紀之かって話になるんだろうよ、結局。で、まあ、のりゆきでしょう。もう、のりゆきでよくないってなるんだよ。看板はのりゆきでよくないって。のりゆきでしょう。どう考えても。で、その、なんつうの。なんて言うんだろうな。なんか、まあ、まあ、みどりさんのりゆきでのりゆきだろうね。よっさんアフリカ辞めるらしいからふわっち来るかも。いや、よっさんいらねえな。あ、よっさんはいらない。よっさんはいらない。はっきり言うわ。よっさんのリスナーの質の悪さ。ひまわりはいらない。いらない。もうほんと来ないでほしい。いや、もうこれ正直な話。ほんとにいらない。ふわっちの良質なリスナーが消えるよ。多分。俺は、ダメだと思う。てかね、ニコ生の配信者はほとんどゴミだから。ゴミ。いらない。ニコ生の大手は、なんつうんだろうな。いや、稲子とかありだなと思うけど、稲子はありだけど、ぶっちゃけよっさん来たら俺、ふわっち潰れるかもって思うよ。運営にメールするかもしんないもん。バンにしてくださいって。石川見れば面白いけど好きじゃない。いや、石川やっぱすごいよ。すごいよ。何がすごいって、すごそうなオーラが本当にすごいから。もう本当にすごそう感がすごいの。そう、そのすごそう感がすごすぎて、もう、すごそうだなーっていうのが、もう、すごいのよ。もう、ビリビリするぐらい放ってんの。稲子めっちゃ面白いよ。これ、ニコ生の時も、稲子の面白さ教えてって言ってたんだけど、俺もぶっちゃけ稲子つまらないって言ってたんだけど、稲子の枠の楽しみ方教えてやろうか。俺ね、一回リスナーにそれを伝授されて、試したことがあるの。リスナーのコメントにこう書いてあったの。ワド。稲子の枠は2時間目からが面白いよ。2時間はロムレ。意味わかんないじゃん。俺2時間も配信見るなんて耐えられない。どの枠でもやったことないのよね。それで俺2時間見てみたの、こんな感じで。目をこりなさい。やっぴー。それは、おらを持ってくるので、行ってきます。こんな感じを2時間見てた。
もう全然面白くないのよ。全然面白くないのよ。だけど、何が面白くなってくるかっていうと、稲子って、酔えば、後半になるにつれて、ろれつが回んなくなってくるのよ。もう何言ってるか、どん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 わかんなくなってくるの。で、朝方になるとどうなるかっていうと、もうほぼ解読不能なぐらいに何言ってるかわかんないんだけど、何が面白いかっていうと、みんなね、リスナーが何言ってるか分かって会話が成立してんの。要は、配信者は初見は何言ってるか分かんないのに、ちゃんと、リスナーは何言ってるか分かんないよ。それが抜群に面白いの。うん。2時間見ると、もうね、もう笑いが止まんなくなるの。ずーっと面白くなるの。もうそっからはもう中毒だよ。稲子はだから2時間耐えたらもう超面白い。あいつキャスやるって言って一回もやらない、これ。初めて言うけど、俺石川のアメバの会員、あ、そうなんだ。いや、石川のりゆきはね、いや、石川のりゆきはやっぱすごいよ。あの、好きなタイプか嫌いなタイプかで言ったら、俺は好きなタイプじゃないけど、同じことやれって言ったら絶対できないっていうね。あの、同い年だけど、あのね、これね、松本人志が言ってたんだけど、お笑いって喧嘩の強、あ、これ水道橋博士が言ってんだけど、お笑いって喧嘩の強さに比例するって言われてんの。笑いって実は暴力なんだって。要は喧嘩が強いオーラ、強制的に笑わせることができるかって、喧嘩の強さに似てるんだって。だから、ビートたけしと松本人志が現役の頃バリバリいがみ合ってたのって、強い同士だからなんだって。で、その、水道橋博士はビートたけしの弟子なわけじゃん。ね。で、先輩たちは、ね、なんであれは、たけし先輩のパクリっすよ、みたいに言ってたんだって。松本人志なんて、たけしさんのパクリっすよって言ってたけど、その、水道橋博士は冷静で、全然違うよって。松本人志めちゃめちゃ面白いよって思ってたらしいの。でも、やっぱ、その、弟子だからっつって、ちぎりを交わしてるから、絡めなかったんだって。だから、まっちゃんと、たけしさんが、こう、仲良くなってから、そう、まっちゃんの番組出れるようになって、ぶっ切れてる。ぶっ切れてる。で、それを、そのね、水道橋博士の喧嘩が強い理論、俺すげえわかるのよ。で、あのね、多分ね、石川のりゆきってやっぱ喧嘩強いんだよ。要はね、笑いさって強引さも必要なんだよ。そう、力強さっていうか、要はヤンキー文化なんだよ。それを持ってるね。圧倒的な強さ。俺も好きじゃないけど、俺はどちらかというと逆系なのよ。あの、力が強い系じゃなくて、あの、タモリクラブになんか出そうな感じの人。わかるでしょ？あの、非暴力系の面白いんだか面白くないんだかわかんない系の人。あの人職業何っていうタイプの人いるじゃん。わかる？あの人何で飯食ってるかわかんないけど芸能界長いよねみたいな。そういうタイプなのよ、俺。だから多分ここのリスナーは石川のりゆきね、好きな人少ないと思う。うん。確かに笑いって強制できる、強制できない人がいる気がする。うん。要は石川のりゆきって笑いの、笑わせる空気を作れるんだよ。うん。それがね、カリスマ性なんだと思う。で、それは、なんつうんだろう。やっぱね、力強さっていうか、精神力っていうか、うん、あるんだと思うよ。俺はその、ほら、ヤンキー気質ではないから、そういう文化が苦手なタイプだから、真逆だと思うね。俺ね、最近ね、ぴょこたん大好きなんだけど、どうしたらいい？俺ね、ぴょこたんが好きすぎて止まんねえんだけど、俺もうあいつ大好きなんだけど、俺ぴょこたん面白いな、おい。俺、会員になろうかマジで迷ってんだけど、あの黄色。めちゃめちゃ面白いね。あの、腹立つよな、あの顔。あの顔も腹立つし、なんか喋りも腹立つし、俺ぴょこたん大好きなんだよ、今。くっそハマってんだよ。あ、面白くない？もうなんかもう腹立って腹立ってしょうがないんだよね。黄色が好きなんだよ。嫌い？ぴょこたん。意外でしょ？俺は結構ぴょこたん好きだよ。うん。あ、微妙？みんな。ぴょこたんのは結構面白くない？あ、全然だ。あ、全然だ。俺今、ぴょこさんにメロメロなんだけど、うん。こんなにソース感食らうんだ。のりゆきは強いけど、竹本にペコペコするところが面白いよ。それもね、多分ね、わざとやってるんだと思うよ。
俺絶対ワズドだと思うよ。要はね、嗅覚の良さだと思う。ピョコタン見たことないんだ。ピョコタンの枠 YouTube とかで見てみ、めっちゃ面白いよ。もう腹立つよ。二個受けするキャラだね。あれは他のサイトで見たらつまんねえだろうな。そう、要はね、そうだね、俺ピョコタン好きなんだよね。雑談配信ではワード石川真逆だけども、そこがいいかな。あーでもカバー範囲広いな。雑談配信ではワード石川だから、石川紀之を雑談配信者じゃなく見てるっていうのが、それすごいと思うね。あのね、あーなるほどね。おー、サンキューツイッターフォロー。俺ツイッターフォローしてない、富雄。石川さん配信終わったらぐったりだろうな。いやー、ずっとどうなんだろうな。昔は好きだった。いや、あのね、違うんだよ。石川紀之の強いところって、大嫌いか大好きかのどっちかにするんだよ。ここが強いの。だから配信スタイル変えたら、どっちかポンポンオセロみたいにひっくり返せんの、あいつ。それあるでしょ。要はね、俺はどちらかっていうと、なんかね、なんかネクラなやつがじとじと好きになるタイプなんだよ。わかる？もうね、なんかね、遠くから俺のことニヤニヤ見るタイプなんだよ。ワードいるよ、つって。おいおい、つって。こうやって、携帯こうやって見ながら、ワードいるよ、つって。俺お前のリスナーだよ、気づいてっかな、みたいな感じで。で、こうやって帰ってくるんだよ、こうやって。わかるでしょ？わかるでしょ？わかるでしょ？俺のリスナー属性そういうタイプなんだよ。うん。こうやってニヤ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 しながら、携帯電話見ながら、うわー、つって。パシャッパシャッとかやったり。そうでしょ？だけど、石川紀之っていうのはもう大嫌いか大好きかをね、ポンポン変えられんの。要はね、これどういうことかっていうと、リスナーに強烈な印象を与えられるの。もう好きか嫌いかはっきりしろっていうぐらい割り切ってんの。だから、強いのよ。で、彼はどっちにでも転ばせる力を持ってるの。だからトップなんだよ。パンチ力があるんだよ。だからその大好きか大嫌いかに分かれるんだよ。何回同じこと言うんだよね。俺そういうとこあるよね。なんか2回言う癖あるよね。気に入ったワードをね。気に入ったワードを2回言う癖あるよね。ワードリスナーキモいやつ。いや、それがさ、いや、あのね、ワードリスナー甘く見ちゃいけないよ。本当に、本当に低所得者と高所得者ですよ。本当に。負け組と勝ち組の差が本当に激しい、ワードリスナーは。もう本当に思う。世界的に活躍してたりとか、社長業で大成功してるとか、7店舗持ってるとか、上場企業の役員とか、大丈夫かっていうぐらいの、ほんとぶっ飛んだ金持ちと、まあ生ポ。まあ生ポ。普通の人がほんといない。なんだろうっていう。ほんと金持ちもいっぱいいるのよ。いっぱいっていうか1割ぐらいなんだけど、まあ強烈な金持ちがいるんだよ。なんでなんだろう。ワドさんの配信論好き。ありがとう。これはね、なんだろうね。昔からなんだよね。半端なやつがいないよね。そこは、でもね、普通ありえないんだよ。中堅っていうか、その中間層があんまいないんだよね。本当にド貧乏か大金持ちかみたいな。昔からそうなんだよね。なんでなんだろうな。この間中学生の起業したい子来てた。中学生の起業したい子？ああ、いやー、いたね、なんかね。いや、もうね、だから勘違いすんなのよっていう。お前が今質問してる相手生ポだかんなっていう。生ポのさ、おっさんに向かってさ、和道さん、俺稼ぎたいんすよって言っても、いやいや、いやいや、もう言う相手間違い、お前成功できねえぞって、思わない？まず、お前が成功したいんだったら、成功したいっていう相手間違えてるわって。もう、その時点で俺センスないと思ってんの。
生ボスじゃないけど、障害者年金受給者。まあ、いいけど。風俗起業したいとか言ってたね。いや、あのね、なんかでもね、俺ね、なんか、ぶっちゃけさ、1000万以下って、小金持ちだと思ってんのよ、俺。ぶっちゃけな話。あの、10年本気で打ち込んだら、どんな業界でも1000万超えるって。で、なんか、目先のさ、100万とか200万で、なんか、大風呂敷広げたみたいな子増えたなって。なんかさ、100万稼ぐんすよ!すごいっすよねみたいになってるのが、もうね、日本って終わってるなって思う。要はさ、シリコンバレーとかだったら笑われるわけじゃん。志ちっさってなるわけじゃん。でも今の日本って、それくらい珍しくなってんだよ。ああいう子が。ああいう100万稼ぐっていうのが、もうすごいことになってるのが、もう大人がいかに稼いでないかだよね。思わない？俺、あの、100億稼ぐんすよとか言わないじゃん。俺起業してた時なんて言ってたかって言ったら、俺日本買い取って日本転覆するって言ってたんだよ。俺、あの頃の年の時に、日本買い取って転覆させて、俺が国家元首になるって言ったのね。風呂敷の広げ方小せえと思って。なんかそれはちょっとショックだったんだよね。広げるならでっかく広げればいいのにっていう。あいつかわいいな、のんたん。カラムーチョ買ってきたののんたんが好きなの知ってんじゃん。多分分かんないけど。ご飯炊く？うん、炊こう炊こう。俺の分も作って。いやね、あの、なんか気持ちいいぐらい大風呂敷広げてほしいよ。なんかね、ほんとね、ゆとりとゆとりじゃない人の違いってそこだよね。なんか若い時ってもうとんでもない風呂敷広げてたじゃん。でもゆとりの子ってほんと広げないよね、風呂敷を。風呂敷広げてほしいな。風呂敷広げないんだよ、最近の若い子。なんか風呂敷広げるとワクワクしないよね。かわいなんだろうね。風呂敷広げるのがかっこ悪いのかな。風呂敷広げたもん勝ちみたいな世代だから。俺なんか風呂敷広げるだけ広げて畳まないからね。広げっぱなしで次広げるからね。年収、いや1割いるいる、全然いる全然いる。保身なんだ。あー、保身か。おい、つかすさん、あげましておめでとう。楽しんでっていい？ゆとりは受け身がぶっ込んでくる。ああ。腹草模様だよね。もう泥棒じゃんっていうぐらいのね、大風呂敷広げ、風呂敷広げてほしいな。だから、そう、風呂敷を広げて風呂敷を回収する楽しさみたいなのがないんだよ。俺なんかぶっちゃけ、だから今だから言うけど、配信で食えると思ってなかったけど、俺配信で食うんだって、風呂敷を引き続けたわけじゃん。わかる？ 3 年間、風呂敷を広げ続けたんだよ。守ってきたわけよ。この風呂敷だけはって、おっかーの風呂敷だからって、こう叩かれながら。やめてーって、もう風呂敷、風呂敷しかないの僕にはって。この風呂敷なくなったら僕生きていけないからって守ってきたんだよ、俺は。でも、かたくなに。そんな大事な風呂敷でもないくせに。一番最初に広げた風呂敷だからさ。だけど、その風呂敷を回収した時の楽しさってあるんだと思うんだよな。いや、でも、いや、本当にタイムスリップしてコメント打ちたいもんね。ワード、お前食えるようになっかんなって。でも、2チャンネルのイチローがメジャーに行く時のスレっていうのがめちゃめちゃ面白かった。まあ、的外れなの。もう、イチローは大失敗するって、99% の人がブワーって書いてんだけど、ね、イチローがメジャー行くスレなの。
そう、十何年前のスレを引っ張り出してみんなで鑑賞するっていうスレがあって、それが面白くて、一人だけかたくなに、超的確に、彼はこうでこうでこうだから、この打率でこうでこうでこうなるこうなるこうなるっていうのを、全部的中させてる一人の ID のやつがいるの。で、今考えると、こいつすごいねって、こいつだけだねってなるんだけど、あのね、その時のスレッドのコメントが面白くて、二チャンネラーは本当に人が見る目がないっていう。っていうので枠が終わるのよ。そのまとめサイトが。だから、インターネットって人を見る目ないんだっていう。だから、それってね、俺インターネットだからじゃなくて普通の人との割合なんだよ。本当に、本当に才能を見極める能力って、本当難しいんだと思う。広式、広げる広式がないんじゃない。日本は平和だけど生きづらい。あー、いや、俺ね、多分ね、俺ね、ゆとり世代をディスるんじゃなくて、俺ね、日本ってね、完璧な国になったんだと思う。ぶっちゃけた話。要はね、あの、ゆとり世代が誕生したってね、あの、ローマなんだよ。わかる？なんかもう争いがなくなったんだよ。わかるでしょ？なんかしら、だから昭和には問題があったんだよ、いろいろ。その、いいことも悪いことも問題が山積みだったんだよ。で、ついに完成したんだと思うの。俺、これマジな話。わかる？感覚。だからね、もう夢がなくなったんだよ。か、だって何でもできるんだもん。だから、今の時代に生まれたらこうなるよなっていうのはわかるの。だってゲーム楽しいんだもん。うん、そうだよね。絶対それあるよね。ごめんね、弦楽聞こえた。うん。今呼ばれた小さいおっさんに。今パッて見てたでしょ。誰と思って。ごめんごめん。統合失調症最近よく出んだ。あのね。あの、そりゃそうだよな。何時間この勢いでぶっ放して喋ってんだよな。寝ないでな。それは幻聴弦楽聞こえるよな。そうなんだよ。もうね、自分がやらなくてもいいものが溢れてるんだよ。いい音楽、いい絵、いいゲーム、いい映画。要は何かを作りたいっていうのは未完成だからなんだよ。俺がもっといいもん作れるよってなるんだよ。だからかわいそうだよね。もう完成されすぎてて隙間がないんだよ。でも配信はいいぞ。配信はいいぞ。まだまだ先があるから。あ、発展途上、ベトナムとかすごいよ。ベトナムの、確かね、平均的な経済回してる年齢が30代なんだよね。30代、40代で、ベンチャーだらけで、それがバブルになったんだけど、超面白いと思うよ。もうイケイケどんどん。だってさ、こんな最上階のビルの、ね、なんかこうなってて、ここがプールで、クラブになってて、もうどんちゃん騒ぎだったよ。もうギャルたちが、ギャルと経営者が。日本人の、だから若手経営者みんなベトナム遊び行ってたもん。で、ベトナムにガンガン投資すんの。ベトナム面白いって。儲からないけど、めちゃめちゃ面白いって。要は、向こうで儲かったとしても、日本円にするときに大した金になんないんだって。だけど、向こうに行くと元気がもらえるんだって。もう楽しくてしょうがないんだって。要は、頑張んないとって。もう夢があるんだって、本当に。バブルの頃のなんか弾けたなんかがあるんだって。だから、ベトナムとかね、マレーシアとかみんな行きまくってた。海外の人と変わると意識、いやもう本当に、これから日本じゃないよってみんな言ってた。俺、ベトナムだよ、つって。ベトナムとマレーシアがよく聞いてたね、5年ぐらい前。楽しいぞ、つって、だってもう日本人って言うだけで、そう、モテるんだって。もう日本人ってだけで、もうその、クラブとか行って、水着でプールとかでどんちゃん騒ぎしてるわけじゃん。飲んでるわけじゃん。モテるんだって。結婚したいんだって。今の日本だと考えられないよな。だからやっぱ世界は見るべきだよな。そこで配信したいもんね。ねえ。そこで配信したいよね。ベトナムだよって。俺の外配信。
ベトナムだよってどこで配信してんのお前ってなるぞ。違うよ、だから旅行配信はダメなのよ。旅行来ましたっていいでしょう、自慢だから。違うのよ、俺イタリアだからって、俺の外配信フランスだからって、今日スイスって面白いじゃんノリが。そういうバカなことをやるために俺配信選んだわけよ。時間に制約しない、どこでも稼げる、うん、楽しいじゃん。やっぱそういうなんかかっこいい生き方みたいなのを出さないと、なんか配信やりたいってならないでしょ、うん、家に引きこもってんのがかっこいいとかなっちゃってるもんね。楽して儲けるがなんかかっこよくなってるもんね。楽って楽しむって字だから、やっぱねかっこよく稼がないとね、うん。でもね、最近ね、調子乗ってね、配信で稼ぎたいんだよ。本当に。俺言ってたじゃん。その時は本気で言ってたのよ。1、2ヶ月前本気で言ってたの。俺15万稼げればいいよって。生ポと同じ生活だからって言ってたじゃん。今ね、欲が出てきて、配信でね、1000万とか取りたいんだよ。なんかもう本当に稼ぎたいんだよね、配信で。本当に配信でもう1億2億って稼いでみたいの。もう分かんないよ、いつ先になるかもしれないし、もしかしたら配信がテレビみたいになるかもしれないじゃん。だって昔の芸人さんってそうだったって言うじゃん。もうほんとみそかそ扱いでさ、テレビになんて出れるなんて夢のまた。今ではさ、もうテレビに芸人出るのは当たり前だけど、テレビに芸人がいなかった、もう芸人っていうだけでバカにされた時代があるわけよ。だからその頃に芸をやってた人ってやっぱレジェンドになってるんだよ。芸人イコール全てを手にするみたいな。俺配信にもそんな時代が来るんじゃねえかなって夢見てるよ。うん。稼ぎたいならタバコ吸いながらとか適当にやんなよ。たけし消えていいよ。うん。じゃあね。稼ぎたいならじゃなくて稼いでるんだよ俺。タバコ吸いながら。で、お前からビタ一文もらうつもりないから消えていいよ。うん。楽しいよね。絶対楽しいよそんなの。出た出た、石川のりゆきみたいね。頑張ろうりんたろー、一緒に頑張ろうぜ。正捕は受けるの難しくないか。もう正捕の話いいよ。75分間、前半の75分間正捕の話ずっとやってたからさ、もういいよ。もうお腹いっぱいだよ俺。今日は生ポ語り尽くしたからいいよ。飽きた飽きた。配信好きだわ。凛太郎ね、ちょいちょい見てくれんだよね。うん、そう、凛太郎ちょいちょい見てくれんだよね。うん、凛太郎の枠面白いよな。なんか男でこんだけ典型的なメンヘラってあんまいないじゃん。凛太郎枠開くたびに減らってるからな。何かしらで減らってるんだよな。減らってない凛太郎見たことないかもしれないわ、俺。俺が凛太郎を見るとき必ず減らってるんだよ。今日は何で減らってんのかな、みたいな。いやー、どうだろうね。配信で1000万取ってるやつって何人いるんだろう今。多分50人いないだろうな。配信で億稼ぐやつなんて聞いたことないもんね。いる？配信で億稼いでるやつ。いないよな。言って1000万2000万だろうな。俺だけど配信もっとでかくなる気がすんだよな。名前1000万プレイヤー、配信で1000万はいると思うよ、うん、いやだってアイラだって確実に言ってるでしょ。だってなんとかインクラインとかも言ってるでしょ。っていうか多分配信で1000万稼ぐのが当たり前になるのが今年だと思ってんの俺。あ、これこれも言ってるだろうな。のりゆきさんが言ってるかどうか微妙なラインだよね。
のりゆきさんが言ってるか言ってないかのラインだと思う。これこれは言ってると思うな。でもあと京一郎とか言ってるでしょ。うん、1000万はザラにいるでしょ。50人ぐらいは出てくると思うよ。これこれすごいよな。俺でもね、俺でも変わったなって思ったのが、俺ね、その枠を見てないんだけど、年末に俺のことディスった配信者がいたらしいの。で、俺年末配信カウントダウンやるっつってやらなかったじゃん。で、リスナーさんから、ね、正月まず起きたら、コメントが、もうツイッターの DM と LINE が5件ぐらい来て、5人ぐらいから来てて、和道さんをディスってて許せませんみたいな。和道さん悔しいですみたいな。LINE が来てんの。なんだと思って。和道ディスるのって当たり前なんだけどっていう感覚だから。いや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 、と思って。ふわっちすげえと思って。ニコ生だったらさ、和道ディスってるなんか毎日じゃん。っていうかもう、ディスらない奴がいない感じだったのに、ふわっち来て、俺元旦に、和道さん悔しいです。和道さんが言われのないことを言われてますみたいなのがわーってきてて、ああすげえなーと思って、逆になんか感動するわと思って、面白いと思って。でなんかその枠見てないんだけど、みんな戦ってくれたらしいんだよ。なんかその和道はそんな悪いやつじゃないみたいな。おディスってリスワンまで取って、いやディスだからリスワン取りに行ったんでしょその人は。俺その枠見てないし、どれだけアクティブ取ったかも知らないんだけど、でも、俺のためにコメントで戦ってくれたらしいんだよ。なんかその話を聞くと。みんな頑張ってましたよ、擁護してましたよ、みたいな。で、俺それがすげえ嬉しくて、そんな経験なかったから。ニコ生で死ねなんてもうね、5分に1回流れてたからね。キャラ編が成功したっていうかね、なんかちょっと感動したよね。なんかその、俺を擁護してくれる人が現れたんだって。しかも一人や二人だけじゃなかったらしいんだよ。そんなリスナーがいたのかっていうのが、ありがてえなーと思って。そうそう、なんかね、トミコーっていう人？トミコーっていう人が配信始めてリスワン取ったらしいんだけど、でも、トミコーって別に普通にコメント打ってたよなーとか思って。ディスリ系じゃなかったような気がするけど。なんでそんなことしたんだろうみたいな。的を得たディスならいいんだけど、間違ったことを言ってディスったんだ。いや、ふわっちリスナーはあったけえよ。ほんとね、俺ふわっちやってなかったら多分埋もれてたよ。俺ね、自分の配信のレベルが上がったとかないもん。ほんと自分の力だと思ってない。ほんとにね、ふわっちは俺の人生変えた。俺はね、ここに尽くすよ。俺はふわっちに尽くそうと思ってるよ。本当に。ふわっちの運営とふわっちのリスナーに尽くそうと思ってる。これマジ。俺だってふわっちの、あれだからね、本社がある方角に毎日こうやって祈ってるからね、こうやって。ふわっちの運営さん。ふわっちの運営さん。いつも和道に放送をさせてくれて、どうも、ありがとう。僕は、ふわっちさんのおかげで、とっても幸せになれました。僕は、ずーっと、ふわっちで、配信をやっていきます。ふわっちさん、ありがとうって毎日言ってるからね、これ。これ毎日やってるから。確かに見かけない人の閲覧数が多かったから、あの人やったんだ、見ればよかった。そう、この言い方で完全にやってるから、のんたんが横でこうやってやってるから。俺が今の言い方でこうやって喋って、のんたんもこうやってやってるから。和道って前から成功しないイメージだったけど、ふわっちで成功しかけてるな。どうなんだろうね。
これが成功っつったらちゃんまんは笑うよな、うん、ありがたいけどちゃんまんからしたらね、うん、まだまだだろ、うん、ひどい時は誰も絡んでくれなかった。あれはいじめだよなあれはほんといじめだよな。あの時絡まなかったやつ俺忘れねえかんな、ほんと。成功ね、うん、どうだろうね、まだ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 っつったらさ、支えてくれてる人に対して失礼だけどさ、これで成功したっつったらさ、まあその鮫島、香川、横山みどり、石川紀之、うん、誰がいる、桃襟とかさ、金梅さんとかに顔向けできないよね、うん、もっと上がいるしさ、うん、その人たち成功じゃねえだろう、うん、この枠録画残しますか、わかんない、うん、光くんが今いじめられてるね、かわいそう、セブンさん本当に怖そう、うーん、光くんね、光くんね、うん、光くんね、ノーコメントかな、うん、ノーコメント、バカありがとね、ニックン、なんで、うん、なんで録画残してほしいの、うん、バカプレゼントありがとう、ふわっちにずっといると叩き芸が恋しくて嫌よで、ニコ生コメしてる、ああ、いや、うーん、ノーコメントだなあー、ノーコメントだな、うん、ノーコメントだな、本当に明らかに、うん、いや俺ヒカルくんにじゃなくてツイキャス配信者に言うとするなら、いや違うな、ツイキャスリスナーに言うとするなら、うーん、難しいな、俺ね、やっぱりツイキャスで成功してるのがどうしてもなんかかっこよく思えないんだよ、どうしてもどうしてもツイキャスで閲覧取ってるのが羨ましくなったことが本当に一回もないんだよ、ちょっと待って、俺まずいこと言ってないか、ヒカルくんの話題よりもまずいこと、俺ツイキャス全体的に回そうとしてるけど、まあいっか、ツイキャス関係ねえもんな俺、あのね、ツイキャスで人集めて何なんだろうっていうのはあるし、面白いかツイキャス、俺ね今ツイキャス見てるやつって全員にわかだと思ってるから、マジな話すると、そのツイキャスで神回ってないよね、いやツイキャスの中で内輪で神回だと思ってることはいっぱいあるんだけど、あーそっかそっか、オッケーオッケー、ニック分かった、オッケーよ、オッケー分かった、ニック、あのさ、俺はツイキャスの中で神回だーってわざ騒いでるのあるんだけど、
ニコ生にもフワチーも伝書バト飛んでこないってことは、うちわノリをやってるだけな気がするんだよね、なんか。でも、ニコ生の神回とか、フワッチの今の神回って、ツイキャスから引っ張られてるの分かる。おー。そんな感じはするんだよな。ツイキャス対フワッチみたいになってるのは、金梅さんが仕掛けたんだよ。あのね、俺は、その、フワッチの運営はよく金梅さんが来るまで耐えたっていう。金梅さんの前に、その、ツバニャンっていう、実はね、ツバニャン実は功労者なんだよ、フワッチの中では。ぶっちゃけた話さ、ただのさ、お小遣い稼ぎサイトだったじゃん。最初は。ぶっちゃけ。俺、フワッチのディスるつもりないよ。ぶっちゃけた話、ただのお小遣い稼ぎサイトと、避難場所だったんだよ、ツイキャスミンの。それがね、大きく変わったのが、金映えですよ。金映えが閲覧を引っ張ってきて、そう。その金梅さんが来るまでよく耐えた、フワッチは。もうこっからはぶっちゃけた話、軌道に乗っかって、俺、予言ってこの枠のタイトルなんだけど、配信ナンバーワンサイトフワッチになるよ。3年以内に。これよく覚えといて。俺、で、そこの、順を追ってぐらいのポジション、こっかーってもう、もう居座るから、俺。うん。金梅はすごいね。うん、金梅が流れ変えた。うん、金梅が、だからそこで初めてキャスからどんどん人が流れてくるでしょ。変わるよ。はっきり言うよ。あのね、今のフワッチが一番面白いから、リスナーからしたら。つまんなくなるよ、ガキどもに。要はね、メジャーになるっていうことはバカにバレるっていうことなんだよ。ゆいがさんはかなり後発組で来ると思う。うん。うん。いや、ていうかね、ゆいがさんの場合、ニコ生でやってたのがあだとなってんの。ゆいがさんって引退期間長いじゃん。だから、その、こじき、自分で巻いた盾なんだよ、あれ。こじきイコール叩かれるっていうさ、もう、4年ぐらい前の情報に怯えてんだよ。それが俺、ゆいがさんめっちゃか、俺はよ、ふわっちょかよ、こじきだからよ、やらねえんだよ、おう、つって。お前、ダセえだろ、リスナーを食い物にしてるみてえでよ、おい。俺はやらねえな、おん、つって。もうそれ4年前の情報なのよ。もう、その、タイム、その、俺、ゆいがさんが可愛くて可愛くて。でも気づくよ、ゆいがさんも。うん。金梅いろいろ叩かれてるけど、見えないところ実はいいことやってるね。金梅さんは慕われてるね。後輩育ててるからね。うん。だから、後輩育ててないじゃん。他の大手は。金梅さんは確実に、ランハゲ育てたし、あと、誰だ？あと、なんだっけ？誰だっけ？名前出てこねえ。ニコ生で有名な人誰だっけ？野田ゾーリも育てたし、橋本くんも育てたし、で、今、あれ、ヒカルくん育ててるでしょ？うん。チャンネル取りづらいし、キャスは稼げないし、フワッチ。もう、間違いなくフワッチだよ。ゆいがさんに花火投げてよね。おい、ゲノムクラッシャー、花火ありがとう。絶対言うでしょ。おお、花火ありがとうね、いつも。あんまりよ、お前よ、花火投げてばっかりだとよ、お前負担かかるんだろ。あ、いいんだよ、ちょっとでいいからよ、とか言いそうだよね。深夜っちょは違うでしょ。もう目に見えるもんね。うん、パイセン面白いよな。パイセンは大好きだわ。うん、でもパイセンがね、配信会に戻ってきたのはね、やっぱ熱いよね。いやー、ふわっちな、似てる。いやー、面白いんだよね。なんかさ、震災のネタが超面白い。なんかね、もうただの雑談だったの。俺、ツイキャスでゆいがさんやってると思ってパッて見たら、もうなんか、戦ってたの、アンチと。そのアンチとのやりとりがめちゃめちゃ面白くてさ。いや、だからよ、お前よ、なんとかよ、お前よ、だから俺いつも言ってんだけど、震災を
な、震災で被災された方には、俺申し訳ネタにしてもしょうがねえんだよ。配信者なんだから、わかるだろ？な、な、そう。だからネタにしては俺、お前よ。だから聞いてねえな。俺が言ってるのはって延々とやった後に、最後、ゆいかさんが言ったのが面白くて。あのよ、そもそもよ、震災をネタにしたの俺じゃねえんだよって言ってて。ゆいかさん飛び火だったの。30分間アンチに叩かれてるけど、ゆいかさんが発言したことじゃなくて、人が発言したことで、なぜかゆいかさんがフルボッコにされてて、もうくっそ面白いなと思って。もう超面白かった。でも激論を交わすゆいかさんがすげえ面白いよ。いや、わかるだろ、配信者としてわかるだろっつって。もう、わかんねえよ、このクズ野郎が。だから俺にクズって言ってもよ、俺が言ったわけじゃねえだろとか言って。超腹抱えて笑って。いや、あそこはすげえ。あそこはいいリスナー抱えてるよね。もうね、もう、通常回が面白すぎるんだよ。いやー、いや、パイセン面白いよね。うん。緑さんがふわっちやったら閲覧エグそう。いや、その後のニコ生の閲覧の方がエグいかんね。だから緑さんはもう何やっても勝ちだからな。うん。ふわっちやったら閲覧エグいよ。ただその後のもう炎上して便乗するわけじゃん。ふわっち始めたら。みんなで袋叩きにするわけじゃん。その後のニコ生の炎上がまた美味しいかんね。二度美味しいかんな、緑さんの場合何やっても。おはよう、翔星さん。つるいよ、緑さん。でもね、正直言うとオープンレックはないよ。俺、あれで、あ、ニコ生終わったって確信したね。緑さんがダサいと言った時点で、もう、ないよ。もうニコ生は考え、もう考えるタイミングを70回ぐらいさ、おい大丈夫かっていうのを70回ぐらい素通りしてるもん。いやー、オープンに行ったっていうんだってさ、俺ね、ぶっちゃけた話で、みどりさんが稼いでないのは致命的だと思うよ。だってキングオブニコ生って言われてる人がさ、月収40万なんだよ。キングオブニコ生で俺半分稼げちゃってんだよ。俺間違いなく言うよ、今年の収入みどりさん超えるよ。みどりさんいいの？間違いなく断言できるけど、俺みどりさんの収入多分超えるよ。いやーねえ、和の下の金前のニコ生。金前さんすごい、やっぱり。影響力はすごいよ。ねえ、ゲーム配信サイトね。あのレベルまで行って40万かってなるでしょ。なるでしょ。いや、緑さんは少なくとも2000万は稼げてないとダメだよ。運営がどうにかテコ入れして稼がないとダメなんだよ。だから YouTube とニコ生の違い、そこだよ。根本的な違いは。水戸さんは2000万稼げてないとダメよ。FC2 はだから、FC2 の配信者が流れてきてるな。千葉さんとかサスケとか。FC2 の中堅層が来た時点で、FC2 の配信は終わったんだよね。だから、ぶっちゃけた話、ふわっちのライバルサイト FC2 から始まってんだよ。稼げる。同じ課金額で稼げるみたいな。でも、もう完全に FC2 を下したよね。売り上げベースで言っても。だからアダルトで持ってくようになるんだと思う。FC2 は。稼いでるイメージあるよね。40万いってないと思うよ、多分。ゲーム配信者とかの方が1000万クラス、ゲーム配信者と比べたらダメ。あのね、同じ配信だけど、どれくらい違うかっていうと、ゲーム配信って例えるなら、ゴールデンの特番みたいな感じ。豪華でゴージャスなの。お弁当とかジョジョ園とかなの。あのね、配信の雑談界隈って深夜番組だから。深夜番組で3%とかで勝負してんの。わかるでしょ？
ロケ弁なんかねえよっていう。セットなんか組めねえよって。そういうレベルよ。深夜番組だから。同じ土俵に立ってない。まず、ジャンルとして。長井先生は、まあ、まあまあ、もう、桁違いですよ。いや、それくらいの差があると思うよ。雑談で上に行くやつ、上に行く方がきつそう。ゲームと違って土台がない。あのね、違うんだよ。土台がないっていうか、これパイの問題で、日本人口の中で、ね、例えば、その FF の配信やるっつったら、FF のファンがいるんだよ。で、FF のファンが、ね、動画やってるっつったら見るじゃん。FF ってだけで見るの。間口が違うのよ。でも雑談ってさ、31歳の生ポコ雑談見なきゃってならないでしょ。あ、ファイナルファンタジーが今どの辺なんだろうってクリックしたくなるけど、生ポコ雑談見なきゃってならないでしょ、ね、ならないでしょ絶対。パイが狭いのよ。そもそもが。そのさ、だから雑談大変よ、ほんと。ならないでしょ。わかりやすいでしょ。だからもう、だから、スクエアをスポンサーに入れてる番組みたいな感じなのよ、向こうは。だからスーパーマリオで勝負したら、マリオのファンが見に来てくれるわけだから。だけど雑談配信者の強み、これから転換期来るんだけど、俺の予想はね。転換期来るんだけど、ゲーム配信者はゲームありきになる。だから、結局ゲームに縛られるの。だから入れ替わりが激しい。正直言うと。ゲームのチョイスを間違えたらアウトなの。要はマックス村井現象って俺は呼んでるんだけど、パズドラが死ぬイコールマックス村井死ぬんだよ。これわかるでしょ？理屈は。でも、雑談の強みはそこじゃないんだよ。雑談はタレント力だから、結局キャラでファンがつくわけじゃん。ずーっとファンで言い続けてくれんの。自分がコンテンツだから。そこは強いよ。ゲームのタイトル変わっていなくなるっていうのないもん。だからタイトルに縛られない。そこは強い。ゲーム系を優遇ね。友蔵好き。トイレ行ってくるわ。でもさ、配信の面白いところってアンチってなんだよってなるよね。リアルに生活してたらさ、アンチっていう存在ないじゃん、絶対。私、アンチになる。とかないじゃん。職場とかで。
何今の会議の進め方。伊藤くん、私今日からあなたのアンチになるとかないじゃん。絶対ないじゃん。なんだ田中、お前宿題やってこなかったのか。田中、なんでやってこないんだ。みんなやってきたぞ。田中だけだぞ。なんだ田中その目は。お前俺のアンチになるのかとかないじゃん。先生のアンチになるのか田中。なんだアンチの目かとかないじゃん。聞いたことないじゃん。だからそのアンチっていう存在がさ、よくわかんないよね。最近雑談系も最悪パチ屋営業とかできれ、できりや、ん?できりやみたいに現実味を帯びてきてないか。パチンコの営業から入るっていうのは香川さん頭いいなと思ったね。だしでかい産業。おはようございます。すごい世界だよね。すごい世界だよ。アンチの目。店長、今月売り上げあんま良くないですね。やっぱり3丁目にできたあの店が原因ですかね。あ、やめよう。ちょっと今の広げたシチュエーションだとアンチアンチ難しかった。ちょっと遠い遠いシチュエーションをちょっとセッティングしちゃって、あ、やべえな、これアンチまでたどり着くまで結構7手ぐらいかかるなと思って。柴田とかもパチ屋の営業とかしてた。いや、パチ屋はいい産業に目つけたと思う。3手ぐらい先が一番ほどいいんだけど、7手ぐらい先になると遠いなと思って。積みが見えねえなつって。フリートークで自分で仕掛けた寸劇で、これ落ち着かねえぞと思って。コンビニ店員で店長の振りからアンチって難しいよ。しかしまあ、暇だな、俺ら。こうやって何にも生み出さない何にも生産しない日々をずっと費やしていくの楽しいな。いいよね。なんかもう学生の頃思い出すよね。なあお前何になりたいのつって、俺つって、俺店とか持ちてえな。いいじゃん、どんな店つって、あーかっこいい店。俺、お前の店通うから。それが金になってんだからね。え、でもそういうことでしょ?もう、こういう会話だよね。小川だよね。つって。ああ、コーヒーありがとう。つって。そういえば、井上就職したらしいよ。マジで?あいつ、子供生まれるらしいな。変わったよな、井上。っていうのをずーっとやってるだけだから。3年間ずーっとやってるだけだから。かっこいい店みたいなね。黒歴史だろうね、多分ね。お前が、メジャーに行って、ツタヤで CD 並ぶまで、俺、待ってるからな。ああ、待ってろよ。いや、立ち話でしょ、これ。部屋の中で立ち話やってるだけだから、俺ら。井上リア充だよ。井上は配信見ない側になっちゃったから。井上は子供育ててる。で、子供と一緒にヒカキン見てるから。今頃。俺らはずーっとあの頃からずーっとこうやってやってる。なあっつって。宝くじ当たんねえかなっつって。当たんねえだろーって。そういえばさ、月の裏側ってどうなってんだろうなーって。どうなってんだろうなーって。川崎洋平もタサイトでやればいいな。川崎洋平来たよ。ふわっち。で、いつけいつけって言ってんだけど。あ、閲覧結構あってね、なんか美味しいみたいなこと言ってたけど、来ないね、あんまりね。川崎洋平も来そうだけどね。
あ、そうそう。小林。井上、子供生まれたって言ってたじゃん。俺に言ってたよ。あいつ、実はお前のアンチなんだってさ。マジかよ。やっぱりな。稲子も真実。稲子も今日やってたね。稲子もやってる。どうする？ 30 超えてこんなことやってるぜ。ファーだよね。ファー。あ、わかった。俺誰を求めてるかわかった。ふわっちに必要なゴロリさんだわ。ゴロリだわ。ああ。ゴロリが、ゴロリ合ってるぜ。ゴロリはふわっちで稼ぐぞ。いや、ゴロリ欲しいでしょ。俺何かが足りないと思ってたんだよ。ふわっちには。ふわっちにはゴロリが必要なんだよ。いや、だから、みどりさんとか欲張るからダメなんだよ。ゴロリあたりが、要は、みどりさんの息のかかった、ね。ゴロリいいじゃん。ゴロリ引き込もうぜ。ゴロリを。ゴロリ当たるぜ。なあ。ゴロリ、誰かちょっと、ゴロリ来いって言おうぜ、ゴロリ。やべ、ゴロリさんの配信見てえな、久々。ゴロリさんが、いいじゃん。配信するタイル。え、なにダメ出しっすか朝から。あ、なんすか和道さんは配信スタイルこのままでいくの？何？変えなきゃダメ、やっぱり。配信スタイルに一番タブーとされてる、リスナーが触れてはいけない配信スタイルに口を出すの？つかすちゃん。なになに？どういうこと？配信スタイルね。どうなんだろうね。配信スタイルっていうか、なんつうんだろう。俺は変わったつもりないんだよ。俺は変えたつもりないんだけど、みんな変わったって言うんだよ。あいつ変わったよなっていうの。ワド、あんなやつじゃなかったよ。あいつ変わったよなって。すごい言われんだけど、俺は変わったつもりないの。変えてるつもりもないの、正直。キャラ変とか冗談で言うけど、キャラ変もしたつもりないのよ。昔からずっと言ってることは変えてないつもりなんだよね。そんなに。だから、まあ、このままでいたいけどね。香川さんいろいろ変えてきたけど、でもね、苦しかった時代知ってるから、香川さんが FC2 で閲覧20人の時、俺ゾッとして。で、あの時の香川さんめっちゃ辛かったと思うの、本当に。今だからわかるんだけど。だから、あったかい目で見守ってやってください、配信は。配信は本当ね、リスナーさんありきだから。香川さん辛かったと思うよ、あの時。ほんと辛かったと思うよ。でも、ほら、スタイルとかって変わってくもんだよ。やっぱり。人間だから、変わらないもんなんてないよ。よく変わる人もいれば悪く変わる人もいるけどさ。でも、永井先生変わんないんだよな。永井先生ずーっと同じスタイルだもんね。俺3年間ぐらいちょいちょい枠なんか2秒ぐらい見るけど変わってないもんね。ずーっとなんかパチスロの台が変わるだけだもんね。あれすごいよね。どうなんだろう。でも自分の、いや、すげえ変わってる。え、俺変わったかな。変わった。ちょっとさ、アクティブ、あ、すげえな。4時間枠2週目かよ。すげえな。8時間この勢いで喋ってんだ。まあ、いいや。ちょっと5秒後に手を挙げてください。5、4、3、2、1。手挙げお願いします。1、2、3。3秒か。ラグねえな、おい。びっくりした。3秒かよ。変わった？なんだよ。コメント打ってねえだけじゃん。なんだよ。変わったかな。
あ、でも一番きつかったのは、だからいつも言うけど、閲覧ゼロの時だよね。ふわっち来る数ヶ月前なんだけど、あれは本当に辛かったね。本当に辛かった。3日間閲覧ゼロだよ。ほんとね、死のうかなって思ったよね。要は3年間やってきたことが何にもなんなかったと思ったの、その瞬間では。あれを経験してるとしてないのじゃね、本当に違うよ。そこそこさ、中堅だとか呼ばれたり、大手だとは思ったことないけど、ボンタンと付き合って変わった？あれはきつかったな。FC2 でやってたんだっけ？本当にね、厳しいなって思ったね。本当に。ノンタンと付き合ってから本当にいろんなものが変わったよね。ノンタンは違うって言うんだけど、俺はノンタンは本当ね、女神、幸運の女神様だと思ってて。本当に。変わったかな。俺でも2人来るぜ。いやー、そのね、2人に感謝できるかどうかだと思うよ、心の底から。俺ぶっちゃけ2人だったら感謝してないもん。少ねえって愚痴ってたと思う。俺だからかそってもあんま愚痴らなくなったね。そのぶっちゃけた話さ、今100から200ぐらいは来るわけじゃん。調子いい日で200で、大手がいなければ100は絶対来るわけよ。で、大手がやってる時間帯だとやっぱ20、30とかになるけど、少ねえなとは思っても言わなくなったよね。その中で、この中で俺のことを選んでくれたっていうのが分かるようになったから。そう。だったら、あと、それが嫌だったら、ゴールデンタイム外せっていうようになった。そう。そこで勝負するまだ実力じゃないっていう。褒めないのが辛いけどね、やっぱね、誰にも見られないっていうのもっと辛いよ。もっと辛い。意味ないからね。枠開いて30分間誰も来ないんだよ。配信も細分化される時代だしね。まあね、配信者が多すぎるっていうか、もうね、配信者とリスナーの垣根ないんだよ。今わかると思うけど、もう、リスナーも配信、仮想配信者なんだよ。もう配信とリスナーっていう分け方がないの。昔はあったじゃん。今ない。それキャスがぶっ壊したんだよね、それを。そう。だから、なんだろうな。大手目指すより意外とニッチな隙間狙った方が食えるかもしれない。それを証明したのが、あれだよ。ふわっちだよ。ふわっちの上位層がそうじゃん。なんだっけ、クラインとかさ、アイラとかさ。アイラなんかドハマりした感じだよね。元からニコ生でやってたんだけど、閲覧の数じゃなくて質だっていうさ。これはすごいよ。だから、まず第一原則としてニコ生時代っていうのはコメント至上主義だったわけよ。コメントを稼ぐイコールランキングが上位になって閲覧が増えるっていう、コメントさえ稼げれば勝ちだったんだよ。で、キャスっていうのはコメント稼がなくていい。要は、リスナーに無理させなくていいっていうことに気づいたわけじゃん。コメントじゃなくて、ロムってても閲覧の数が高ければってなったでしょ。今度、ふわっちの概念でそれをさらにぶっ壊して、稼いでるやつがランキングトップに出ると。要は、金だと。すごいよね。コメント数から閲覧数に変わって、閲覧数から金額に変わったんだよ。で、この転換って正しいんだよ。この転換って、実は YouTube は内部でそれをやってたんだよ。でしょ？最初は閲覧、次コメント数、次金ってなったじゃん。そう。だから YouTube のマーケティングって Google ってやっぱ正しいことやるから、だから俺はフワッチが勝つって言ってんの。稼いでる生主のリスナーは、リスナーというよりはファン。そう、ファンの数なんだよ、今。で、俺はぶっちゃけた話、ニコ生でアンチも相当数多かったけど、ファンも確実にいたんだよ。だからファンだけになったらこうなったっていう恒例だよね。そう。フワッチはジジババの喧嘩が閲覧多い。ジジババの喧嘩。ジジババの喧嘩って何だろう。
塩コウのサムネいいな。なんかアメコミのサムネってやっぱ目立つよね。アメコミサムネいいな、うん、すげえ目立つ。塩麹の金梅とツバニャン、いやーあれはね、ツイキャスの悪い風習を持ち込んでるっていうか、里見さんとツバニャンとのあのなんかあの色恋沙汰系のはね、俺あんま楽しめないね。若い子からしたらジジババ、あ、そういうことか。でも、俺はだからほら、金梅さんの本当の本当のレジェンドの金梅さんを知ってるから、あれでキャッキャするんだっていうのはあるよね。金梅さんはそこじゃねえだろうっていう。ねえ。もう全盛期のキレッキレのさ、もう独壇場っていうかさ、もうなんか金梅さんの通知が来た瞬間になんかみんなのテンションがバッて上がるあの感覚わかるでしょ。金梅が枠始まったっていうコメント流れたらもう枠閉じようかなっていうぐらいのさ、まあ見るのないよな、だってもう毎回なんかやってくれるっていう安心感があったもんね、金梅さんって。今日は何やってくれるんだろうみたいなさ、30分で面白いもんな。金梅さんってほんと30分の人だったじゃん。延長とかないじゃん。わかるでしょ。もうなんでかって言ったらさ、30分以内に必ず番になるからなんだよ。うん、昔よかったよね、金梅さん。30分以内に枠が閉じるからね。東京に来ていろんな人に絡みやすくなった。あー、東京はね、それメリットだよね。うん、うん。それはメリットだと思う。着替えんの？のんたん？着替えんの？お家行ってくんの？のんたんごめんね。怒ってる？機嫌悪い？まだ。俺も一緒に行ったらダメ？ご飯あげてくる？ごめんね、のんた、うん。うん。うん。のんたほら、ワンちゃん飼ってるから、毎日餌あげるために、往復してる。うん。だから、配信回ってるときはのんたんがいるときだけど、のんたんいないときもあんのよ。違うんだよね。俺が寝てるときのんたんが家帰るんだよね。だから、配信回ってると、のんたんがいつもいるみたいに見えるんだよ。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえでお前バッドボタン押してんだよもう。